気持ち切り替えて村越聖火やってっから。ちばちゃん負けないで。ちばちゃんじゃない、ちばさん、ちばさんって誰だろうな。ちばさんって誰かな。配信開始から40分経ちました。あーんとごめん。でもここ後であれだね。なんか疲れちった。ごめん。2番ちゃんと9番ちゃんと12番ちゃんありがとう。あとその他大勢ありがとう。じゃあホーム戻るときはドラヒアとかにしとこう。本名移っても本名じゃない風な反応で進めればわからないのに。すでに何がしかの達成感。達成感あるよね。いや本名じゃなくても。本名じゃなくてもフルネームで登録さえしてなければ大丈夫かな。ムラムラ少しムーラーコーシー。ありがとう。わらわら、すごい久しぶり。入って前のアカウントでドルゲームとか買ってるの？買ってる。ゲーム内の方が盛り上がったまである。買ってる買ってる。釣りする、釣りするよ、これから釣りするよ。ダウンロードゲームいっぱい買ってる。いっぱいでもないけど、あとで PS ビータ見て自分の名前の設定どうなってるか見ればいいんだ。アカウント多分スイッチは、スイッチは多分買わない。もうゲームクリア感ある。本当だよね、一つの何がしかのゲームクリアしたよね今。いやこれからスタートだから聞いて聞いて。アカウント出てもなんならフレンドになればいいし。そうだね。え、アカウント名ってさ自分で決める？アカウント名って自分で決めてる、それともランダム？ランダムだったら、あれ？ランダムだったらバレてもいいやつだよね。こんにちは、村越正解です。これ音量上げるよ。ちょっと待って。今回はソルトウォータールアーフィッシングといって、海でのルアーフィッシングです。ルアーフィッシングというと、ブラックバスなど湖の魚が有名ですが、ちょっと待って。海ではいろいろな種類の魚やとてつもない大物をルアーで釣ることができます。さあ出かけましょう。聞こえた今。ボソ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 。あ、うるせえ。カラカラ声出せ。ちょっと待って、あー、これ音量設定変えればよかった。これ声と BGM のバランス変えるべきだったね、オプションで。ちょっと本名バレ。え、あーよかった、みんな聞いて、生と目私ちゃんと決めてあるから。漢字ってさあるかな、レンって。あ、ん？あ、またバツボタン押した。待って漢字さこれしかないんだけど、おかしくない？漢字多分これ全部だよね。え、すげえな、全部。なんか渡辺さんもできるけど、都道府県、わらわら。漢字無理ゲーすぎない？え、じゃあ、違う、あ、これ昔のゲームは漢字を入れる習慣少ないから。あ、そういうこと。水属性の漢字多いな。え、ちょっとこれ名前にどうやって切り替えるの？確定？ああ、で、あ、小文字ないじゃん。小文字なくない？あ、みんな今日話したいこともう一個思い出した。あのさもう一人、レンさんって人がさ、チェッカーに登録されて今日現れたよね。レンさん3人いるんじゃん。みんなもうややこしいから。これでいこう。あ、そっちで読むの、逆がよかった。え、なになに？いや、もう一人、レンさんって人が今日チェッカーで配信してた。のチェッカーの話お前しかしねえから。ねえ、生徒名前逆がよかった。こっちの連で呼ばれちゃう。君分身好きやな。違う、分身じゃなくて。さあ、蓮くん、これから僕と一緒に日本全国を。新しい名前ここで募集しよう。やだよ、もう帰るのめんどくさいもん。これから僕と一緒に。もう俺は新チェッカー勢だから。え、マジでみんな。やり直せば何よ。あ、名前？名前？あ、住んじゃった。しかも私さ、男女選べないのこれ。はい、よろしくお願いします。違う、アマゾネスじゃない、村越さん。え、名前それじゃないよ絶対。でも僕初心者なんですけど大丈夫でしょうか。ははは、僕がついてるから大丈夫だよ。顔出し、サングラスしてるから。それではまず最初に、静岡県の狩野川で鈴木を釣ってみよう。待って、これね、鈴木の形が分かんないけど説明書に絵が全部載ってっから。なんかもうすごい疲れたんだけど。
おかしくない？ 40 分何があったのって感じで疲れたんだけど。あ、すごい。え、これ実写じゃない？これ衛星撮影だよね。え、なんか社会の時間みたい。川口のシーバスフィッシング、ちょっとこれ絶対音上げた方がいいね。静岡県沼津市を流れるこの川で続きを狙いましょう。衛星ではないだろう。ルアーフィッシングの世界では最も人気のある魚と言えるでしょう。衛星じゃないか、あの空中。その気になれば日本中のほとんどのエリアで釣ることができるからです。スズキのタックリについて説明します。ロッドは9フィート、リールは4000番、ラインは8ポンドテスト、ショックリーダーは20ポンドテストを使用します。スズキ釣ったら声荒げられそう。海のルアーフィッシングではダブルライン、ショックリーダーを含むラインシステムを使用します。まずメインラインの先をビミニツイストでダブルにします。なんなんこれおもろ。ダブルラインの先にオルブライトノットでショックリーダーをつなぎます。鈴木さん、あの全然わかんないんですけど。ショックリーダーの先にフリーノットでルアーをつなぎます。結び方ってことか。あれチュートリアルなんだけどな今。ちょっと待って、専門的。あの後でオプションからちゃんと音量バランス直すから今だけ我慢して。これぐらいだな。え、いや多分ね、そこはね、わかんないから今黙ってたの。うん。ちゃんと聞いとこうと思って。村越さんの解説聞く前に村越さんについての解説して。あ、村越さん前提だった気がするけど。本当だよね。村越さんはね、神奈川県小田原市出身の職業フィッシングライターかつテレビザ・フィッシングの テクニカルアドバイザー、あと大和製鋼株式会社のフィールドテスター、ザ・フィッシング、テレビ大阪系にて活躍中の日本を代表するゲームフィッシャーマン。年間150から200日の長考をこなしつつ、釣り専門誌での連載、著書も多数あり。で、あとこのゲームを進めてくれた人の話によると、日本で唯一釣りだけで生計を立ててる村越正海さんで、本名は村越正親さんだそうです。確かそう。さあ、お店に着いたよ。よーし、それじゃあこの餌を買おうっと。どの餌？おいおい、レン君、私たちはルアーを使った釣りをやりに来たんだよ。あ、そう、これね、あの、昔小学生ぐらいの時に、そうてか実在の人物。昔小学生ぐらいの時にじいちゃんと一緒に近所の川で魚を釣って遊んでた。それはしたことある。それぐらいしかない。私たちはルアーを使った釣りをやりに来たんだよ。なんかね、魚は使わないのかな、餌のやつ。誤解だっけ。本名バレしてるやん、村越。まさちかさんだから。まあ最初はよくわからないだろうから、僕がルアーを用意しておいたよ。手掴みで、やったお金の手掛きはどいくらいだな。そう、じいちゃんに全部やってもらって、ただ捕まえた魚をぬるぬる触って遊んでただけ。後で持っているルアーを確認しておいてくれ。手掴みじゃなくて、ちゃんと釣り竿を使ってたから。それから魚を釣ってお店に帰ってくると、釣りかに合わせて超過釣りか超過点が溜まっていくんだ。確か超過って読みがなった気がする。この超過点というのはお店でルアーに変えること。超過、ありがとうございます。あれ、ヌルヌルが好きってどんな幼少時代。え、なんかさ、魚ヌルヌルしてさ、触るの楽しかったじゃん。お店でルアーに変えることができるよ。なんかフォントがムカつくんだけど。昔のゲームのフォントでしょこれ。オーソドックスな。ふむふむ、なるほど。それでは次にタックルの説明をしよう。これがよく分かんなかったの。タックル説明書読んだんだけど、タックル鈴木を、これが今回使うタックルだよ。釣り竿のことなん。さあ、これで大物を釣り上げよう。タックルって体でぶつかるやつだろ。そう、あのラグビーのイメージしかなくて。あ、オプションは、オプションでいった。2016年。昔の子感あるエピソード出してくるね。乗車点で道具揃える、釣りで生計立てる、第二の村越正解になるから。あ、そのレベル目指すの？マジで？多分ね、これで音量バランス良くなると思う。声以外を半分にしたからこれでいけると思うわ。効果音も上げていいか。音楽だけ下げたわ。あー、間違えた。ごめん、
またね、あの丸とバツボタンたまに間違えるから。デビューマット、デビューマット、あ、デビューマットめ、ちょっと待ってね。とりあえずセーブしとこう。ここまで聞いたから何があるかわかんないから。空きブロック、セーブ、オッケー。で最初は1000点分超過点くれてるから、それで好きなもの買っていいんだって。移動するって何だ。蓮の紹介が12月3日配信スタート。年齢高め女子、ドリキャスなどマイナーゲーを中心に配信している。みんな聞いて、ドリキャスと XBOX 以外にちゃんとあのメジャーなプレステやってるから。今日初めて回らない寿司は食べに行ったことない。残念だけどまだ移動はできないね。じゃあこれも釣りに行くって感じか。釣りに行っていいんだよね。釣りに行こう。どの天気の日に行こうか。これね、天気選べるんだよ。チェッカー番号2972。年齢高めね、ふむふむ。年齢高めじゃないから、みんなの末っ子レンレンだから。でこれさ、釣りの日ってさ、雨の方が釣れるの。なんかさ、牧場物語を昔やってた時に雨の日の方が魚が釣れた気がするから。末っ子でしょ。年齢若いの間違いじゃない。そうそう、年齢若くてかつ末っ子だから、あの配信的的に末っ子でしょ。晴れにしとくか、見栄えいいし。ここに書いてあったから URL 省略。末っ子って何。え、末っ子だよ。29歳派、実際視聴者平均よりどのくらい高いのかな。え、視聴者平均より低いと思うよ。あ、やっぱ雨の方が良かったの。ちょっと待って、あの操作説明のページ開きながらじゃないとこれね。 URL 省略、ボタンいっぱい使うから。その21番のやつはちょっと怖いから踏まないよ。あとで本当にいいやつだったら教えて。さあ釣り場に着いたよ。それではまず最初に鈴木おさんは3尾釣ることを目標に頑張ってもらおうかな。9番ザーコだ。君はまだ人生的に私よりも下にいるわけ。人生経験的に私より劣ってるわけですよ、9番さんは。わかりましたっていきなりそんなの無理ですよ、村越さん。大丈夫大丈夫、僕がいるから安心していいよ。これさ、 BGM さなくなるの急に。あのシンプルすぎないかな。なんかわからないことがあったら気軽に聞いてくれ。今はちょうど満潮と干潮の中間なんだ。デュアルショックかそうじゃないかで面白さ変わるかんね。あのさ、プレステ3のコントローラーって振動する？は？いじめてんの？いじめてないよ。いじめてないでしょ。何を聞いてたの君たちは。そっか、若くて羨ましいな。羨ましくもないわ。若くていいね。若いのが唯一の取り柄だねっていう話をする？あ、する？あ、本当？デュアルショックさん、わら。あ、しかも9番ちゃんってあれ、いろいろ教えてくれた人だ。嘘つけの身の席で年下潰すって聞いたぞ。潰すとは言ってない。9番ちゃんいろいろ教えてくれた人だ。ごめん、ごめん。9番ちゃん、9番ちゃんは若くて素晴らしい人。魚の完成は普通だね。9番ちゃんに逆らってはいけなかった。今後のために。ちょっと待ってね。四角ボタンで構えて、若いの羨ましいとかどうかよ。性格ブスじゃないよ。性格ブスじゃないから。それを言ったらもう終わりだ。あれ？ちょっと待って。つまり褒めてるのは本心じゃなくて利用してるってだけか。ちょっと待って、これ操作クソめんどくさいぞ。操作説明が一切ないから、説明書見ながらやんなきゃいけない。魚がさ、まず、さっき一匹通ったよね。これ大丈夫か？釣り竿こんないの？ないよ。教えてやろう。教えて。ちょっと待ってね。釣りコン使うから。レンガ9番攻撃したとき、俺ら今全員へ9番めっちゃ役に立ってたのにって思ってたから。言ってよそれ。熱っぽい感じですな。これよくある系か。ちょっと一回全部巻き取っちゃおう。投げ直そう。四角ボタンでまず投げて。で、あ、プレイヤー移動できるって。みんなカニ歩きするから。これバスケのガードの動きするから。で、
投げるか、もう一回。ガンガン遠くにまず飛ばす。で、まずさ、鈴木ってさ、浅いとこにいんの？川だから浅いか。魚全然いなくない？え、どうしたらいいのこれ。魚いなきゃ始まんないよね。ちょっとあの、経験者の3番さんいません？そうだよね。もっと腕に浮くべきものだよね。でもこれ高さって変えられなくない？方向機。うん、高さ変えられない。いいタイトルだね。上に引っ張る。いいでしょ？上に引っ張る、上に引っ張る。NG マー高い女子忘れたんけ。待って。NG ワードをそんな君ら打つことあるか？毎回言われるけどさ、ちょっと待ってくれ。はい、解除した。サマじゃ何？アホとか打ったわけ？そういうこと？これ、助けて。ねえ、でも上に引けないんだけど。デブスじゃねえよ。デブスじゃねえよ。それ打ちたくて。この魚何マジで。切れる。デブ&ブス。すごい、なんか引っ張られてる。これさ、無理にしない方がいいよね。ごめん。テンションが、ギリギリ言ってる。え、どうしたらいいの？ゆっくり巻いた方がいいよね、これ。切れちゃうよね。上が、テンションかかりすぎて、切れちゃうってやつ。ヤマメって川にいるやつか。そうそう、両方つけてる。でも YouTube はさっきエビ中流したから怒られるかもしれないから。そう、魚わかんないよね。てかこれ長くない？え、これ一匹の魚？これジラキあたりにいた魚じゃない？え、これ現代じゃないの？村越正解、あの、実在の人物なんですけど。マゴチ？マゴチってどんな魚？あ、でもこれ着実に一応巻いてはいるよね。めっちゃ引っ張られてるけど。時間かかるからな。そうだよね。気長に行くしかないよね。魚のさ、あの、酸素、空気が出てるのがいいね。切れそう。でも最初そんな切れないでしょ、多分釣り糸。後半はね、めっちゃ切れやすくなるらしいよ。なんかちゃんと説明書読まないとやばいって。めっちゃブルブルする。え、でも一匹釣りたい。振動してる。めっちゃブルブルする。でもね、今しない。あ、すごいするよ。ビクンビクンしてるわ。これ、でも重い魚だと思って触れるの。なんでよ。今普通にさ、釣りしてんだろ。あ、いけたやった、初魚。これ何ヤマメ、マゴチ。え、何教えてくんないの？あ、マゴチだ、すげえ。え、これは残念。ゲドウだね。ゲドウって何？サイズは50センチ、1.1。あー、目的じゃないやつは全部ゲドウなんだ。お父さん釣ってきて天ぷらにして食べたわ。え、美味しいんだ。食べたことないと思う。でも、こういうのも釣って、目的じゃないやつも釣らないと、あの、超過点、たまんないんだって。このマゴチって、違う、レンさんはゲドじゃない。リリース。マゴチ、リリース、え、リリースすんの？結構でかいな。1.1 キロってでかい方だよね、50センチ。変な形をした魚ですね。そうだね、マゴチはヒラメに似て、砂に潜って。あー、だから下の方で見つかったのか。身を隠して小魚を狙うんだ。オーストラリアでは1メーターを超える大物もいるらしいよ。あのね、聞いて。この瞬間もね、振動してるから。すごい、今も振動してるから、ヌルヌルしてる系なんだ。川の魚って全部さ、ヌルヌルしてんじゃないの？で、これ、イケスが、3つしかなくて、1個のイケスに1匹しか入れられないらしいの。だから、これはいい絵だよね。3匹だって。海じゃないの、ここ。え、ここ海じゃないじゃん。カノー川じゃないの？川じゃないの？
多分川でしょここは。じゃあもっと遠くに投げたい。あでも一緒の似たようなもんだな。あこういうことか。下に着く前に引いとけば。あなんか引っかかりそうだったのに惜しい。なんか魚早く来て。魚魚魚魚魚あ来た。やっ、あーこれクンってやんなきゃいけないのか。多分クンってやるんだよね多分。川ではないのでは。え川じゃないの、海なの。えでも鴨川って言ってなかった静岡県の。上に浮かせる。続きだけ入れるのもあれだし、まごちも一つだけは入れよう。あそうなの。あ間違えてメニューに戻っちゃった。えあよかった。え上に浮かせるって、上に浮かせる、上に浮かせる。いや、多分上に浮かせるってボタンないぞ。引くしかないもん。引くか、こうやってビクンビクンさせるみたいな。引き続けとけば上に行くよ。あ、そんと？引けないだろ。引き続ければ上に行くって。でもないんだって。何もせずにルアーが浮いたら怖いわ。あー、そかそか、引いて、だんだん上げるしかないんだよね。急に上に上げるっていうのは実際ありえ、あ、あー、今、クンってやらなかったから。引くときに上も同時とか？いや、多分ね、関係ないみたい。うん、関係ない。こいつ好きあらば文句ばっか言うな。あー、そうだ、でもとかだってとか言わないようにするんだった。あ、でもいけるわ。ちょっとずつ上に上げればいけるわ。あ、ほんとだ、ほんとだ、いけたいけた、ごめんって。あ、あー、これさ、難しいね、引っ掛けんの。でも実際の釣りもこんなもんでしょ？これもうダメだな。近すぎるな、距離が。ちょっと投げ直しまーす。じゃあ、もっと、ガンガン遠くに投げて、あと十字キーの上や元でかかった時に合わせて、そうだよね、合わせだよね。食いつくの見れないから。ああ、じゃあ見れてるだけ。そっか。ねえねが男釣るときと同じ感じでやればいいよ。ほんとに。でも、なんか、そんな男を釣れたなんて、はしたないことを、レンさんしたことがなくて、自然となんか釣れちゃうみたいな、そんな感じだと思うの。だから、魚の。さっきの人間視点でやるよ。マジで？うっちゃ。人間視点は無理じゃ、うざくないでしょ。だってそういう振りだったじゃん、今。振りの、振りにちゃんと答えたわけ。え、これ地味じゃない？こんなやり方、でもこんなやり方だよね、実際の釣りも。ちょっとずつ上にピクピクやんなりな。いや、その時間差やめてくんない？うっちゃ。いや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 。三番ちゃんは、普通に、あれだよ、村越正解の話しよう。うっざい。うっざい。大丈夫。釣りは坊主。本当だよ、釣り込んで人間視点にして振動とかで楽しむから。マジで？あ、待ってちゃダメなんだよね。クンって合わせやんなきゃいけなかったんだよね、今。最初は練習だから。おー、頑張れ、頑張れ。でもさ、これさ、このミッションクリアしたら3つに分岐が始まるわけ。それをどのコースに行くかも考えないとね。あ、やったー！これ何？この魚何？これ鈴木？いいぞ。あー、あー。せっかちなとこ、めちゃくちゃ出てるよ。もっと気長に待つべきか。全然これ早い方がかかるの。せっかちなんですよ。さっきもね、コントローラーとかね、メモリーカードが見つからなくてすっごいイライラしてた。鈴木じゃない？鈴木？あ、本当？釣りに向いてない性格。でも釣りは行きたいの。釣りは一回行きたいの。これ鈴木か。これ鈴木か。でかいね。てか目がギョロッとしてるね。これだから、あ、あ、へーへー。その鈴木は鈴木さんでしょう。テンションかかりすぎてるけど、こういう時どうすればいいのか分かんない。説明書に何かあった気がするけど、もうそんな余裕ない。やばい、これめっちゃ楽しいよ。コントローラーがすごいね、跳ねる。
頑張れ頑張れ。大事だって聞いたぞ。そうだよね、待ってる間にどれだけのんびりいろんなことを考えたりお話しながら釣りを楽しむかっていう。はあ、ちょちょ大丈夫ね、まだまだいける、まだいける、まだいける。早く元気なくなれ、早く元気なくなって、君は私のポイントになるわけ。あのさ、出てきそうなら上下キーを下にしながら引くとかでせいぜい。あ、そういうこと、あ、なるほどね、なるほどね、なるほどね、こういうことか。はあ、なるほどね。で、それをあんまりテンション高い時にやると切れちゃうよみたいな時こともあるみたいな感じか。怖いよ、怖いけど、もうちょっとだ、もうちょっとだよ。よし、その調子だ。あ、褒めてくれる。いや、説明書もいっぱいあったんだって。やったー。え、これ鈴木、鈴木、鈴木。え、めっちゃ綺麗じゃん、こっちの方が。まごちよりもさ、気持ち悪くない。え、晴れてよかったんじゃない、見栄えも良くない、綺麗で。あ、やった鈴木、やったね鈴木だよ。 1.9 キロって重くない？さっき 1.1 だよね。57センチの 1.9 キロ。高い場合は釣り上げるときエフェクトかかるから。ああ、じゃあこれそんなに大きい方じゃないって感じってこと？まあまあのサイズだね。なるほどね。よく聞くシーバスってスズキのことなんですか？そうだよ。あ、シーバス？さっき言ってたね。ちなみにスズキは出世魚で、関東ではセイゴ、フッコ、スズキと、成長につれて呼び名が変わるんだ。関西コメントみたいに突然音声入れるのやめろ。びっくりするよね。関西では何と呼ばれているのですか？確か関西では、セイゴ、ハネ、スズキという風に呼び名が変わるよ。よーし、あと2尾だよ。頑張ろう。ね、これさ、イケス3つしかなくて、3尾鈴木捕まえなきゃいけないからさ、さっき誰かが言ってたみたいにさ、鈴木以外を入れちゃダメじゃない？釣ればいいの？釣ればイケスに入れなくてもクリアになんの？これそこ教えてほしい。この魚をイケスに入れるか、入れます、いいのかな。釣れとしか言われてないもんね。どのイケスに入れるんだい？え、一緒じゃない？一問でいいです。そこあんまり書いてないんだよね、説明書に。あ、みなと、いいことを説明書で見つけた。これ服の色変えられる、ショップで。後で変えよう。服の色変えまーす。どうでもいい。いやいやいや、大事でしょ、テンション上げるために。あ、これ鈴木じゃない？これ鈴木でしょ。今回早かったんじゃない？よし、来た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 。蛍光グリーンは、蛍光グリーンはあれでしょ、夜釣りの時に目立つってことでしょ。いいよいいよ。でもめっちゃ遠いとこで引っかかっちゃったな。紫がいい。紫か、紫か。女の子だからピンクがいい。魚の名前なの知ってても鈴木って連呼してる連呼。なんで？だって向こうは鈴木さんが名前だから、鈴木は別に人の名前じゃないから。ちょっとめっちゃ暴れるじゃんこいつ。まだ44メートルあるんだけど。でもこれでも本当に鈴木だよね。イケスに入れたら村越が料理店に連れて行ってくれて、その魚ごとの料理にしてくれたような気がする。あ、そういうことだ。じゃあいろんな種類あった方がいいんだ。じゃあこれが大きかったらこれは入れるけど、もう一個は違う魚入れよう。じゃあさっきのマゴチはそんな大きくなかったしね。あ、でもなんかね、巻く、リール巻くのはコツが。ピンク選ぶやつは方向音痴。なんで？なんで？まあ、方向音痴は事実ですけど。マグロ、ご期待ください。懐かしい、それ。あー。あ、順調じゃない？ねえ、暴れるよね。めっちゃ暴れるよね。
別に実際の事実のこと言ってるだけじゃん。めっちゃ暴れるこいつって。あ、でももう制御できたんじゃないこれ。確かに鈴木さんは暴れる。私結局その時のさアーカイブ見てないんだよ。もういいかなって思って、解決したしいいかなと思って見てないわ。これ順調じゃない？だって2分だよ。2分でこんなにさ距離縮めてんだよ。今ちょっとテンションかかりそうで怖いけど、もう暴れないで。そうだよね、上乱のイメージがすごいあるわ。これあ、でもこれちっちゃいな。いやグラフィック一緒か。何センチ何センチ。うまいよね、うまいよね、ありがとう。あーちょっとちっちゃい。やったね鈴木だよ。52センチ 1.6キロ。人間で服着てないイメージがあるってすごくない？小さかったね。確かにちっちゃかったか。この加納川で、ほら川だよ、ほら海じゃないよ、川だよ。加納川で釣れた鈴木の最高記録ってどのくらいなんでしょうか。村越から釣るヒント聞けるんじゃなかったっけこれ。ああ、聞けんの。実は僕がここでの記録を持っているんだ。102センチだよ、マジか。よーし、あと1尾だよ、頑張ろう。じゃあこれイケス入れないようにしよっか。入れないでおこうか。釣ったことにはなるよね。入れない。じゃあ鈴木以外を1匹釣って。確かに、てかそんなの捕まえられる気がしないんだけど。違うの、1匹釣ってからの鈴木っていうのが理想かな。なんか違う魚見たいけどさ、川ってそんなに種類いなそうだよね魚。あ、なんか来た。これ何、これ鈴木じゃなくない？鈴木か。あ、やば、リールが。いいぞいいぞ。これ鈴木？ちょっと違くない？これなんだ。あ、もう説明書見る余裕がないからわかんないけど、これ鈴木じゃない気がする。ちょっとおとなしくして。負けない、元気良すぎて負けない。あー待って、村越の声棒読みすぎるだろ。しょうがないよ、ただの釣り人なんだから。これ繰り返すだけ、これを繰り返すだけだけど、コースとかあの場所が変わる。場所とあとルアー買ったりとか。まあ大体そう。そうだよね、ルアー買ったりとか対象の。え、これ鈴木？え、じゃあゲーム終わっちゃうじゃん。まあ、サクサクいくかじゃあ。下押してる、下押してるけど漁せない、漁せないんだけど。下押してんのにタイミングよく押さなきゃいかんのか。じゃあサクサクいくか。あんまり長くやるとねあれだよね。サクサク行こう。じゃあ超暴れないで。でもさ、これさ説明書見てたらさ、最初のコースは村越がヒント教えてくれるんだけど、それ以外のコースはその土地の名人が教えてくれるらしくて。え、なになに、え、なに、な、何がピンピンなってんの、何の警告音、何の警告音？え、何の警告音だったの？外れそうですって音。あ、あー！あ、上に跳ねてたから。爆発はしないけど。3分じゃないけど、3分近かったけど。あ、ちっちゃ、めっちゃちっちゃ。あなたのパソコンはウイルスに感染しました。こちらの電話番号にかけてください。それ絶対ダメなやつじゃん。やったね、鈴木だよ。ちっちゃ、44センチ、1.1 キロ。孫ち並みじゃん。ちょっと小さかったね。もうちっちゃいの2つ目に入れちゃえ。入れちゃおっか、もう。それにしても、鈴木や他の魚ってなぜルアーに食いつくのですか？鈴木などは生きた小魚を食べるフィッシュイーターだから、ルアーでヒットするんだよ。ちなみにスズキは小魚の他にもエビ、カニ、イソメなども食べてるよ。イソメ？入れなきゃやっぱ終わりじゃないのか。3つ入れなきゃ終わりじゃない感じ？ 2 に入れる。
これね、今3匹釣ったけど、あ釣ればいいんだね。オッケーオッケー。え、早くないみんな。おめでとうレン君、君は立派に僕の出した条件をクリアしたね。実に見事な釣りっぷりだったよ。やるじゃないか。いやー、村越さんのおかげですよ。よし、それではお店に帰ろう。君に新しい釣り場を教えてあげるよ。やった、新しいとこ。次じゃあ嵐の中でやりたくない？雨にしよっか。お疲れ様でした。あ、おばちゃん、それでは釣果を拝見します。はい、今日のお客さんの釣果点は2390点。あー、すげえ金貯まったじゃん。やった。それじゃあ今日はこのくらいでやめておこう。ゆっくり休んでくれ。一瞬だった。疲れは取れたかい？今日も頑張ろう。おうよ。ちょっと待ってね。思ってたより面白いな。いいよねこれ。え、待って、あ、そっかそっか、ここじゃなくて釣りの高で色変えるのか。ここじゃまだ色変えられなかったわ。うわ、購入する。次どこ行くか分かんないのにさ、好きに買っちゃっていいのかな。え、でも1個買いたいよね、なんか。あ、でも大体持ってん？この辺は持ってんのか。どれどれ。あ、こっちにもいっぱいある。グラインダー武蔵みたいです。どれ、これかっこよくない？高っ。どれがいいかな。この毒々しいのがいいけどさ、これなんか釣れんのかな。いっか、買っちゃえ。あ、一個持ってた。持ってた。持ってたのに買っちゃった。なんで持ってるやつと持ってないやつ分かりやすくしてほしい。それはどんなやつ？ルアーの違いがわかりません。教えてプロ。なにこれ？ルアーの違いさ、わかんないよね。でも、あれでしょ？魚が食べる餌と似てるやつがいいんでしょ？これは赤金だけど、こっちはマイワシだから、みたいな。え、そのさ、16番ちゃんが貼ってくれたやつに近いやつなくない？なくない？強いて言えば、この辺だけど、この辺のは持ってるから、じゃあ持ってるやつで交換すればいいのか。ルアーを所持ルアーで、今どれになってんだ？なんかめっちゃいっぱい持ってんだ。あ、いっぱいでもなかった。え、めっちゃルアー持ってる。これだんだん種類増えてくのかな、じゃあ。で、ルアーが途中で壊れることもあるんだって。雨や曇りなどの天候によって生えるルアーの色が違うとかあったはず。マジで？じゃあ生えるこの毒々しい色にしよう。あ、いやー、あー、またバツバツ押した。じゃあ私の好きな赤。あれ、このミノープラグはスズキの植生に合わせたカラーリングが特徴なんだ。スズキ用じゃねえかよ。またシンキングルアーなので、着水後に何もしなければ、あ、どんどん沈んでくんで、あー、浮いてく方がいいな。もういいよ。で、とりあえず次のとこ行こうよ。もうさっさと次行こう。移動する。で、こっから3つに分岐させる感じだよね。ちょっと待ってね。画面がどっか行った。ここは現在地だよ。あ、今なら大物がヒットする。でもあれ、分岐しないな。まだまだか。分岐まだ先みたいだね。シイラとヒラメとメバルだったらどれがいい？メバルがいいかな。メバルって美味しいやつでしょ多分。シイラって食えるやつ。どれにしよう。メバルでいい？メバルにしよっか。メバルがどんなのかまず分かってない。
やったー、実写だ。メバル、メバル、ソフトルアーでメバル釣り、新潟佐渡。さて今回は新潟県の佐渡でメバルを狙ってみましょう。はい。メバルは食べること前提で獲物考えるの食いしん坊さん。なんで？海底の岩陰に潜んでいます。とても警戒心の強い魚ですから、夕暮れから夜にかけてが狙い。カラオケの演歌の曲名出るとこあんな感じ。今回はそのメバルをソフトルアーで狙ってみましょう。ソフトルアー出たやつ。さてタックルを説明します。ロッドは6フィートから7フィート。リールは2500番。ラインは6ポンド。ショックリーダーは12ポンド。はい、ショックリーダーの先にジグヘッドを結びます。ジグヘッドを結ぶ。今回は磯から魚を狙ってみようと思います。先ほども説明しましたようにメバルは海底の岩陰や海藻の陰に潜んでますから、岩や海藻のあるところを見つけてルアーをキャストしてみてください。また危険が伴いますから十分注意をしてゲームを楽しんでください。難しそう。でもさ、普通さ、釣って食べたいから魚やるんでしょ。いらっしゃい。あ、ここでも買えるんじゃ。なんだ、だからあそこ鈴木雄だったのか。おじいちゃん、さあここではメバル釣りにチャレンジしよう。メバル釣りは主にソフトルアーを使用するから。あー、お金使っちゃった。釣り場に行く前にこのお店で揃えておこう。これが今回使うタックルだよ。これならメバル釣りはバッチリだ。タックルはくれんのね。ルアーだけ自分で買う感じ。ルアー購入。さあ、ゆっくり選んでいってくだされ。これ、あ、でも、好み的にはこっちなんですけど、やっぱり女の子なんでジェリーベイドグラブ。いろんな場所に行くとタックルをどんどんもらって選べるとかじゃないの。あー、もら最初だけもらえる感じか。なるほどね。あ、じゃあいろんなところちょっとずつ行った方がいいんだね。さっきの同じとこじゃなくて。グッピーよりさ、こっちだよね。ジェリーベイドグラブ安いし買おう。女の子ここ。お前耳ついてる？耳ついてる？インランピンクってどういうことかな？よくわかんない。ファントムかっこいいけどよくわかんないよね。じゃあもう一個ジェリーベイドグッピー、グッピー買っとこうぜ。グッピー2個買った。多分釣りするときにそれは選ぶんだと思うわ。じゃあ釣りに行きます。どの天気の日に行こうか。雨です。みんな聞いて、今40分経ったけど、40分でようやっと釣りの時間と準備の時間が等しくなった。メバルに向いてるルアーあるのかな。ソフトルアーって今のさ、柔らかいやつのこと全部 OK なんじゃないのかな。違うのかな。さあ釣り場に着いたよ。それではここで、メバルを8尾ほど釣ってもらおうかな。8尾ですか。今回は多いっすね。メバル釣りは他の釣りに比べてよく釣れるんだ。だから大丈夫だよ。メバル釣りは楽しいの。なんで村越さんじゃなくてこっち喋らすの。あれ、さっきの お店のおじいさんじゃないですか。釣りに来ちゃってお店の方は大丈夫なんですか。うちの息子に任せておくので大丈夫じゃよ。じいさんフルボイスなんだけど。わしは教え好きでの、初心者はほっとけないんじゃよ。何かあったら気軽に来てくだされ。これだからか、その地の人が教えてくれるってのこのじいさんなんだ。村越でよくないか。今は満潮と干潮の中間、魚の活性は普通。ここの茶民みたいなやつだな、このじいさん。あ、なるほどね。茶民じじいだもんね、基本。あー、ちょっと手前すぎたね。手前すぎたわ。もうちょっと行ってんだね。あー、間違えた。手前すぎた。これぐらい？もしかして糸が切れたらルアーがなくなるのかな。うん、なんかなくなることがあるって聞いてたから、それはあるかもしれない。これぐらい？あ、待って。
待って。地味なゲームしてんなお姉。おばんじゃなくてお姉ちゃんですけど。村越さん素人やからね、フルボイスは難しそう。あ、そういうこと。あ、もう着水してたわ。あ、これメバル。これメバル。で、村越さん人前で喋るの慣れてそうだったけどね。いろんな釣りの講習とかやってそう。これカサゴじゃない？メバル？雨の日に釣りするやつの気がしれん。え、でも雨の日の方が釣れるんでしょう。牧場物語もそうだったし。あ、ほらほらカサゴだよ。カサゴ知ってる私。これは残念、下道だね。サイズは23センチ、 0.6キロ。カサゴって頭でっかちの不格好な魚ですね。いやいや、ちゃカサゴのことを知ってたっていう。カサゴ独特の体型じゃな。頭の側面に小さなトゲがあるので怪我をしないようにしなされ。これさ、美味しいやつじゃないの？美味しいやつだから入れろよ、ちっちゃいけど。あ、これもう入っちゃってんのか。あ、じゃあやめとこう。え、この二つはさ、いつのタイミングで食べるの？さっきさ、町に行って料理してくれるって話してたよね。どのタイミングでそれは行われるの？あ、これいいんじゃない？使い道なかったっけな。もう覚えてない。マジか。あ、またかさ、ここ前か。早っ。あ、違う。カメラがおかしな感じになるんですけど。これか。え、待って、カメラが変な感じになる。これで、ね、こいつでかいんじゃない？なんかすごいしぶといもん。糸切れそう。引っかかってるんじゃない？あ、そういうこと。あ、だから上の画面に切り替わったのか。なるほどね。はい。気づけよっていう。あれ、じゃあこいつ自体はそんなにでかくないってこと？ちょっと。確かに横移動できるんだった。魚を制御しろよ。あー、一度にいっぺんにいろんなことできない。カサゴちゃんゲーっと。でかい？あ、ちょっとでかいね。39センチ 1.4 キロ。またカサゴが釣れたの。もうテトリスがいいんじゃね。なんで？縄張り意識が強くて、獰猛な魚。あー、じゃあここはもうあれだね。メバルはいなそうだね。まだ初心者だから、優しくして。そう。2番ちゃんいいこと言った。みんな！怖い。もっと女の子には優しくしてあげないといけないと思うわけ。あー、めっちゃ浮くじゃんこれ。あ、これは？あ、いっちゃった。あれ、メバル？女の子じゃないから。いや、女の子だからピンクのルアー使ってんだろうが。女の子やろがい。あー、いっちゃった。でも、せっかちは良くないって言われたから、めっちゃ通り過ぎていくね。あれ、メバル？とりあえず、カサゴ以外が釣りたいわ。同じピンク系配信者でもメリアムにこと大違い。それは、まだピンク歴が浅いからだよ。ピンク歴が深くなれば、私もあの二人ぐらい、キャピキャピできるわけ。それは、ちょっと、ブルーとか紫とかを愛してる歴が長かったわけで、ちょっと、どっちかというとピンクレディ。ピンクレディ。ピンク配信者なのにまたアイコン変え忘れてるから。あー、また忘れたー。見るってまるで連の男みたいだ。どういうこと？でも属性紫だし。属性紫。ピンク歴。ピンク歴。アイコン忘れたね。アイコン。あ、これ？これメバル？これメバル？メバルってこんななん？ゴリバー！
テンション。でも蓮さんは一番甘やかされて生きてきた感じ。嘘。アイコンってあの配信のひあの上に出てるピカチュウのアイコンを、これが女の子っぽくなくて男性配信者かと思ったっていう意見があったから、あのアイコン可愛い色に変えようかなと思ってツイッターとかは色変えたんだけど、肝心の FC2 のアイコンを変えてなかったっていう話。いいんじゃないこれで、これ順調にいけるでしょ。これさ結構楽しいんだけど、やってる側は。あ、だからいきなり奇抜な加工したのか。そう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 、あのペイントで周りを粗く塗るっていう雑いやつね。違うアイコンにしてもいいんだけどね。あのさ、よく考えたらさ、ナップルテールのさ赤い子とか好きだったから、あそこのあの子をキャプチャし直してあれをアイコンにしてもいいかなって思った。あっちピンク、ピンクか赤だったし、あの悪魔みたいな、あのナップルテールのお助け パフェットちゃん、パフェット、パフェット。でもゲームを起動してキャプチャしなきゃいけないからめんどくさいなって。やりすぎてメンヘラ発動したのかとちょっと心配した。なんで。いや、ババーっていうのはみんながいじめるから良くないよね。その文化はなくしていきたいけど、別にメンヘラ発動して色塗りつぶすっていうのはそれ怖いね。ガチのメンヘラっぽいじゃん。じゃなくて、そう、トツ行った時にそういう話をして、じゃあもう今日配信しないし塗ろっかなって言って塗った。で、結局その後配信したくなって配信したんだけど。サオリンをアイコンにして。サオリンね、あの口でかいやつでしょ。これさ、これメバル？メバルじゃなくない？メバル？黒ソイ？ソイちゃん。これは残念、下道だね。サイズは44センチ、1.5 キロ。黒ソイ。あ、メバルの仲間で普段は岩礁に隠れておるんじゃ。餌を加えると根に潜ろうとするから注意が必要じゃよ。へぇー。確かにソイちゃんは黒いよな。めっちゃメバル釣れるってあのジジイを好きで。ほんとだよね。全然釣れないよね。これも入れないでおこう。メバル入れたいし。根に持ちそうな魚。あれあれ、ソイサさんかな。じゃあもっとこっち、あの間行こうか。狙おうか。あ、失敗した。近すぎた。もうちょっと飛ばしていいんだよね。このくらいじゃない？あー、当たっちゃった。なるほどね、なるほどね。これぐらい？あ、いいんじゃない？いいんじゃない？このぐらい。めっちゃ当たっ、あーあー、めっちゃ岩に引っかかってるねこれ。あー、え、でもこれ無理じゃない？あー、買っててよかった。片方かそいの40超えってめちゃくちゃでかくない？あ、そうなの？地球釣っちゃったわ。でかいのか。じゃあ、いけすに入れてもよかったね。そういえばさ、ここで、おー、え、どの色がいいかな。この辺はおじさん臭いからないとして、でも結構この色好きだけどな。この16好きだけど、それは置いといて、あー、赤。ピンクは、こっちの方が可愛いか。まあ、リップだけピンクで我慢するか。他にないもんね、色。じゃあ、そこやっぱりちょっと危険だから、この辺にしよう。これ、岩礁？岩陰か？岩陰ではないよな。本当のおっさんのやつじゃん。釣りやってそうだよね、あの色。あ、これ、これ黒ソイじゃない？でもあの色好きだったわ、シンプルで。いやー、いやー、暴れんなよ、暴れんな。ちょー。オッケーオッケー。
もー落ち着いて落ち着いて落ち着いて、君はどうせ食べられる運命。わー、でもこのゲームやってたら魚詳しくなれそう。てかメバル全然いなくない？あ、やばい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 、あーあああああ、ないない、そうするわ、この魚。あーあーあ、ラインブレイクする、ラインブレイク、ライン、あー、オッケーオッケーオッケー。いや、魚に生まれたからには最後は誰かに食われて死ぬわけ、老衰とかはありえないわけ。そこは諦めてこう、どうせ食べられるなら素敵な人に食べられた方が悔いはないわけ。いいよー、もうちょい、いいよ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 、ここのルアー安いし。確かにね、これのルアーがなくなったらまた買いに行けばいいもんね。ただそんなことよりサクサクメバルを釣りたい。あ、これ違うさ、これす、クロソイだよね、多分。音楽はいいんだけどな、そうだよね。クロソイだよね。38センチの 1.1 キロ。あ、それ大事。この魚って食える？もちろんじゃ、クロソイはとても美味しい魚で、刺身、塩焼き、鍋などがいいぞ。あー、また移動するか、じゃあ。ケースには入れない。じゃ、右の方だと、カサゴだったでしょ？あ、こっち行ってないか。この、見えづら。この辺にしとく？もうちょっと先の方が良かったかな。自分の好みとか関係なく違う色を少なくとも1種類ずつ買えば。あ、色が関係するってこと？あー、確かにあるかもね、色。じゃ、これ終わったらちょっと、一回店戻ってルアー買おっか。とりあえず何でもいいから、魚来て。あ、来た。何あれ？あれでもメバルじゃないよね。メバル？魚、魚。魚、魚、魚ってあったよね。あれ、小学生ぐらいの時だっけな。魚を食べるとってやつ。あの、一時期魚屋さんですごい流れてた。これはもう無理だな。戻るか、じゃあ店に。あ、待って、アドバイスってあった。これか、さっき言ってたの。村越のアドバイスが聞けるって言ってたの。ここだとおじいちゃんになるのかな。あ、これどのあたりを狙ったらいいですか。メバルは、メバルは寝魚と言って岩陰に隠れているんじゃよ。それは聞いた。じゃから岩を一つ一つ探ってみるといいじゃよ。でも一個当たりが見つかればそこにいっぱいいるってことか。しかし岩場を狙うとなると寝がかりを起こしやすいが、これは仕方のないことじゃ。ここは強気で行ってみなされ。さっきみたいにガンガン行っていいんだ。だからルアーも安いんだ。じゃあ、ちょっとルアー大量に買い込んできます。店に戻る。お店に帰る。交通費とか別にかかんないから、戻っても別にね、デメリットないもんね。お疲れ様。それでは、超過を調べさせてもらおう。ああ、そうなっちゃうの？あ、そうなっちゃう感じ。あ、これはちょっと残念じゃん。そうなっちゃう感じですか。強気でいけ、いつも通りで。確かに私いつも強気。なるほどね。一日経っちゃうんだ。目標未達成のまま行ったことになっちゃうんだ。あー、まあ明日頑張ろうじゃ。そういうことね。よし、じゃあ改めてルアーをとりあえず買おう。しこたま買おう。さあ。ホワイト。なに？グリーン、チャートリュース、オレンジ、あ、これピンクじゃなくてオレンジだったわ、しかも。ホワイト、
メロン、ウォーターメロン、ブルー。あ、高いぞこれ。あ、こっち高いぞ。ファントム1個だけ買っとくか。これでお金が自利品なので、とりあえず釣りに行くで、釣れるから雨の日メバルが早く、とりあえず一匹釣りたい。さあ着いたよ。メバルを8匹、それは変わらない。あと8匹、環境も変わらないわけ。じゃあこれぐらいいっていいんじゃない。あー、ちょっと遠すぎたな。遠すぎるとこれあれだね、戻るときに引っかかるんじゃないか。あ、このルアーそういうタイプ。こういうことすればいいわけか。あと友人から助言とかもらえんかったか、これ。助言。あー、1月は頻度がぐっと落ちると聞いた。これあれだな、釣ってる途中は釣ってる合間じゃないとアドバイス聞けないかも。なになに。1月は頻度がぐっと落ちると聞いたので、バイト入れまくりましたけど全然やってるじゃないですか。配信を見つけません。嘘ですか？嘘ついたです。嘘ついたですか？じゃあ、25番ちゃんが配信をするなと、あ！なんかいる！ 25 番ちゃんが配信をするなと言ってきたので、しばらく配信をお休みする日が出てくるかもしれません。お前めっちゃ死ぬね。このルアーやだ。このルアーここ向けじゃ、なんで？なんで？なんで？ 25 番ちゃんは、バイトで稼いだお金で、じゃあ、ゲーム機とパソコンを。なんで？なんで？やだ。じゃあ、25番ちゃんは稼いだお金で、いいパソコンといいゲーム機を買って、一緒にゲームをして配信をすれば、25番ちゃんも立派なダメ人間の出来上がりになるわけ。いや、本当はさ、1月忙しくなるはずだったんだよ。それがさ、なんか仕事そんなにやることなくて。なんで？嘘ついたんじゃなくて、仕事が意外と忙しくなくて、めっちゃ早く帰れちゃって、あれこんなはずじゃなかったのになーと思って、本当は繁忙期なはずだったんだけど、あれだね、仕事慣れすぎちゃって、繁忙期が繁忙期じゃなくなったみたいな、感じなので、だから、じゃあ、やりたいゲームがいっぱいあるから。まあ、できる女だしな。え、何？あって何？あって。嘘の連。嘘の連。やめてもらえます？そういうレッテルっていうか、なんていうの？言いがかりつけるの。ちょっと見込みが変わっただけじゃん。もうこれダメだな。これ引き上げよう。俺はこんなこともあろうかとバイトは常に週3以下のオロングですよ。え、待って待って。みんな、あれですか？バイトって言っちゃうぐらい若い感じですか？待って待って、待って待って。あ、でもワンチャンあれか、就職してないケースもあるか。これいいんじゃない？これいいんじゃない？あー、これも、あれだな。あとで言わ、あ、ていうか、ルアー変えるって言ってたじゃん。気まぐれんと嘘のれん。気まぐれんは、気まぐれんは歌手でしょ？もう、ルアー変えるって言ったのに。忙しくない人？ギリ23ですけど、わら。あー、じゃああれですね。あれですね。そろそろ就職が近づく感じですか？忙しい時期に忙しくない人は違うの。みんなと同じ量の仕事が分け与えられてるはずなのに、みんなが日中おしゃべりしまくったりとか、タバコ休憩とかにガンガン行って、サボって、あー忙しいって言って残業代を稼ぐっていう姑息なことしてるから、全然知らないやん。全然釣らないね。もう、食ください。食は、ハローワークに行ってみてください。もう、ルアー変えまーす。このルアーは沈むので良くなかったです。何にしよっか。新しい違う色にしよう。
吸わないよ、吸わないからタバコ休憩ずるいなって。これはでもここで買ったルアーの方がいいと思うから、じゃあそうなるとこっちのちっちゃいやつ、ジェリーベイトグッピーのグレーにしようか。いいえ、タバコはなんか吸った時に気分が落ち着くというか、吸わないとイライラするっていうじゃん。一回吸ってみたいなって思ったけど、もう今更じゃん、昔吸ってなかったのに。今更マリファナは犯罪なので吸ったことはありませんけど、今更タバコ吸い始めるのってバカみたいじゃん。どっちかって言っても禁煙する流れなのに。タバコとか酒とかあんなもの底辺がやるもんよ。酒はでも、酒は、それは一緒にされちゃうと、私はお酒が大好きなので悲しいんですけど、これさ、これ黒添いだよね。これ黒添いだよね。あーもう、あーだから、でもタバコを吸いたいなってタバコ吸ってる人に言ったら、あなたは、でも、タバコを吸ったら、もう手持ち無沙汰の時に、ずーっと、ソイソ師匠ね、ソイソ師匠なんですけど、外れそうってどういうこと？え、どうしたらいいの？外れたよ。ルア取られたんじゃない？あ、釣れたんか！でもまた黒ソイちゃんだよ。どうやったらメバルが出てくんの？だからずっと吸うようになっちゃって全然セーブできないだろうから危ないから、ま、ソイちゃんは女性配信者嫌がらせしたやんな。女配信者にしつこく連れてくるな。もうしてないでしょ。もう興味ないでしょ。もう今はこのちっちゃいこの近場やってみるか。あ引っかかった。あでもこれいいんじゃない。もう今はもう子供のことで頭がいっぱいだから、そんな配信者とかに興味はないけど、これ新しいやつじゃない？これソイちゃんじゃないよね。これ黒ソイじゃないと思う。そう、私もソイソさんは大好き。いまだに西野に追いかけてるよ。これメバル？これメバルかな。メバル、あ、やったー。あ、じゃここでよかったんだ。28センチだ。サイズは28センチの 0.8 キロ。メバルってこうやって書くんだ。悪くない大きさじゃ。あ、メバル自体がちっちゃいんだね。メバソイちゃんじゃなくて、メバソイちゃん目死んでるよね、これなんか完全に。目、怖くない。そういや、橋子さん結婚おめでとうございます。おめでとうございます。人妻配信をするという噂をチェッカーに聞いてみました。目が張ってるから。あ、そういうこと？メバルの名前の由来を知っとるかの？あ、2番ちゃんがネタバレした。目が大きく見張っているような印象があるから、目張る、メバルと言うんじゃよ。へえ、そうなんですか。だったら目がいいのかな。そうじゃよ。メバルは目が良く、ラインが太いと見破ってしまうと、へえ、言われておるぐらいじゃ。よーし、あと7尾だよ。頑張ろう。悪くないって言われたから入れちゃおう。ごめんて、ごめんて。ごめんて。すぐだったから大丈夫。先長すぎませんか。でも、多分同じとこに大量にいるんでしょ？縄張りみたいなことでしょ？だからあそこ狙ってこう。ガンガン。このゲーム、意外とゲーム性めちゃめちゃあるから。あ、いいんじゃない？この場所。岩すれすれだし。ほらほらほら。ほーれほれほれ。なんであと7尾必要なん。知らない。なる程度の腕前がないと、新しい釣り場には連れていけないんじゃって、村越さんが、それ、お前違う！村越さんが意地悪言うから、その試練、今テスト期間なんだよ、きっと。初心者のはずなんですけど、なぜかいきなり試されているっていう、試される第一、北海道みたいな感じよ。あ、これメバルだよね。これメバルだよね。メバルか？メバルだっけ、これ。いいぞ。いいぞ。たまに褒めてくれる。あ、これメバルだよ。目死んでるから。名人にアドバイス持ってばもっと釣りやすくなるぞ。あー、そっかそっか。聞くの忘れてた。ありがとう。これ終わったら聞こう。あーって忘れてた。
ここ近いからめっちゃいいな。ニンテンドースイッチ買うから金貸ししてくれ。おーす、なぜ金を貸さなければいけない。27に3万円ちょっとぐらいで買えるんでしょ。3万円ちょっとで買えるものにお金を借りなければ買えない君は、お、1.1 キロいいんじゃない。ほう、おお、こりゃいい大きさじゃ。よしよし、いや踏み倒すからいやダメじゃないそれ、借りるって言わなくない。今までにここで釣れたメバルで一番大きかったものは、小さな魚じゃが、ここでは44センチのメバルが釣れた。おお、じゃあまあまあなんじゃこの33は。ちなみにその大物を釣ったのはこのワシじゃよ。よーし、あと6尾だよ、頑張ろう。これ交換しよっか、あっちと。交換できんのかな、イケスって多分できるよね。いや、2番のイケスと交換しよう。そう、鈴木を生まれた川じゃないところに返すっていう嫌がらせをして、で、アドバイスを聞こう。でも、ニンテンドースイッチさ、みんな盛り上がってるけどさ、そんないいの？なんか、メガテンの最新作が出るっていうのを聞いて、それはちょっと、心がウッキウキしたけど、どんな色の、あ、これヒントだ！どんな色のルアーを使えばいいですか？ソフトルアーを使うのなら、今日は雨だからアピール系のルアーを使ってみるといい。アピール系？派手なやつってこと？さっき誰かも言ってたもんね。M 層の情報が出て怒ってる人たちがいますよ。FE 無双、ファイヤーエンブレムの、戦、なんとか無双みたいなシリーズのやつが出るってこと？それ誰得な感じじゃない？え、これじゃない？アピールできる色って。じゃあこれのままでいいのかな？てか、なんとか無双系は、あんまり興味ないな。うん。絶対求めてる層全然違うよね。あー、遠く投げすぎた。何釣ったの？男？いや、男は釣れなくて、釣ろうと思わなくても勝手に釣れちゃうっていう話をさっきやった。あー、お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない上に、ちょっと嘘はやめて嘘はやめて、嘘じゃないもん。無双でも死んだキャラは生き返らないならやる。あ、ファイアーエンブレムってそういうゲームだっけ？やったことないんだよね。一回やってみたいけど。いや、無双で死んだキャラは生き返らないって言ったら、どんどん人減ってかない？あれすぐ死ぬんじゃなくて。魚釣りはね、あー、昔ちっちゃい頃にやったことはあるけど、川でちょっとおじいちゃんと一緒に釣ったぐらい。それも、ちっちゃい川だから、あんまり生きの良くない、よくわかんない黒い魚が釣れる感じ。もう、カサゴちゃん。右下にデブスって書いてあるけど、どういう意味？書いてないでしょうが。え、書いてないよね。さっきもなんかデブスって言ってた人がいる。何それ、書いてあんの？どこに書いてあんの？よく意味が分かってないんだけど。あー、そこ読んでたのか。それは、デプスだよ、多分。全座デブスだからじゃないの。違う違う違う。だからデブスってさっき言ってたやつがいたのか。デプス、デプス。深さだよ。なるほどね、これね、濁点とね、丸がね。メイドストーム、100年戦争みたいなやつならフェアウンかな？あー。やっぱり画面の中央しか見てないのか。へぇ。へぇ。それはどのゲーム？あー、遠く投げすぎたそういえばね、ブレードストーム100年戦争買ったよ。また、いっぱいゲーム買いすぎて、できないけど、まだすぐできないけど、買った。これはプレステ3のソフト。やるじゃん。やるじゃん。でもね、積みゲーがいっぱいあるからね、いっぱいゲームしたいの。メバルー！メバルー！デブスじゃないもん。もう。プレステ3番か。そうなんですよ。PS3 番なんですよ。PS3 版以外もあるの？あるんだったら、Xbox とかもしかしてあった感じ？あったならそっち買えばよかった。ゲオで安かった、安かったっていうか半額だったから、買っちゃった。
買っちゃった。正月にいっぱい買っちゃった。あー、遠く投げすぎたー。あー、あー。オッケーオッケー。難しいなぁ。1番派プレステ4番派強力プレイとかもできたり追加要素多い。プレステ4だとなんか化け物出るモードがあるよ。へぇー、でも PS4 は持ってないんだよね。PS4 どうせ買うなら PS4 Pro が安定的に買えるようになった時に買った方がいいよって聞いたんだけど、そんな感じで合ってる認識。これちょっと遠かった？あ、まあ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 いいんじゃない。ナイトメアの方ならスチームでも出てる。あ、そう、そのナイトメアとナイトメアじゃないやつの違いがよく分かんなかったけど、ナイトメアじゃないやつは買った。スチームでもあんのか。スチームでもよかったな。あ、なんでさ、食いついてくんないの。プレステ4プロを本気で使うなら4キロモニターかテレビいるけど。あ、そうなんだ。あ、それ、プロってそういう系なんだ。じゃあ、今、普通にプレスト4買っていいな。私だって画質とか全然気になんないもん。てか違いがよくわかんない。バルちゃん釣れなくなったんだけど、メーバル、メーバル。こいこい、メーバル。もう、もう一回投げるか。この色じゃなかったっけ？違う色にしてた、最初。一個上にしてたっけ？グリーンだったっけ？ほんとね、すっごい綺麗。でもプロに4キロ入まんとこあんまり見ないです。メニュー画面が4キロになるくらい。ああ、ゲームがあんまり対応してないってこと。リアルになるからゲームが全体的に暗くなるしな。ああ、じゃああんまり良くないね。ね、すっごい綺麗っていうのはね、言いそう私。なんかね、綺麗みたいなこと言いそうだわ。そんな気がするとか言いそう。ああ、めっちゃ逃げるじゃん、魚。ハドアも対応モニターかテレビがいるのであれ。じゃあ全然。意味ないね。意味ないね。意味ないね。じゃあ、じゃあ。魚も男も同じだね。え、なになに？よくわかんな。27ちゃんが何を言ってるのか、私にはよくわからないわけ。さよ、来いや。4キロ買っちまいましたがの。あ、買ったの？ジュニちゃん。でももう4キロが普通になってくるけど、うるせえ。ひどくない？え、ジュニちゃんは買って満足してる感じ？4K が普通になってくのかも。いや、もう持ってってまだよ。俺はレンガ目の前にいたら爆釣りされる。でしょ、16ちゃん。あれ、16ちゃん今日あれかな、担当かな。おにゃららって結局文句言いそう。4キロ自慢って荒木だよ。あー、4K、荒木さんね。私はそう。何をやっても基本的に文句言うから、一緒なわけ。あー、君じゃない。あ、よかった。逃げた。勝手に。メバルちゃん、メバル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 。なんでいなくなったの急に。もう一回アドバイスもらえるかな別の。モンスターブロードキャスター。ハドアは対応パソコンゲームがほとんどないので優先度低いっす。海の要素はどんな具合ですか？モンスターブロードキャスターってどういうこと？あー、これ最初に見たやつじゃん。それアドバイスじゃなーい。え、もっと派手な色にする。ピンク派手かな。じゃあピンクに変えよう。こんなルアーってす、こまめに変える？オレンジか。確かに緑は海の中ではあんまり目立たないから、ピンクみたいな方がいいかもしれない。派手な色？派手な色じゃなくて、派手な色ね。派手なのは25番ちゃんの頭であって、で、私は、それには何も感知ができない。お、いいんじゃねえ、その場所。いいよ、いいよ。はよ、来い、メバル。お前じゃない。メバル、メバルちゃん。ほらほら、派手だよ。君、目がいいんでしょ？君じゃなくてね。メバルちゃん、おいで。メバちゃん。メバちゃん。ハゲ怖い。にしごちゃんは、ハゲそうな家系なのかな？であれば、今からちゃんとお薬塗っとくといいって、うちのお父ちゃんが言ってた。だって自分でハゲって言ってほしそうだったから、私は、ハゲじゃないです。私は、ド M な、
励ましてあげてド M な25番ちゃんの期待に応えてあげた優しいわけ。あ、あー、今どうすればよかったわけ。近くに来てないからくんってかけることもできないし、美味しそうな魚のふりをすればよかったのか。チビ、デブ、ハゲハもうておくれ。デブはなんとかねんじゃないの。ハゲは手遅れで感があるよね。チビはこれから頑張るみたいな。よって、ハゲだけは、植毛するお金を、もう君じゃない。植毛するお金を貯めることが一番の近道。もう、植毛ってどうなんだろうね。効果あんのかな。まあ、いたちごっこみたいな感じか。抜けては上、抜けては上みたいな感じで、永遠にお金がかかるモードかな。あー、遠く投げすぎた。無理だろ、あんなの。わら。無理だろ、あんなの。ハゲは潔く剃った方が好感持てる。あ、いいよね。剃ってる人ほんといいよね。あれはいいと思うわ。剃ってる人は正解だと思う。もう。はーやく。なんかちょいちょいくんって言うからこれが出てくる。URL 省略。くん？くん？ちょっと待ってね。よっ。これはなんだ？これドラゴンボールか何か？私くんって言ってる？その自覚すらないんだけど、ちょっと待って。サッカーのルーニーは2回目の植毛しちゃってた。あ、そうなんだ。諦めきれなかったんだろうね。髪があった頃の魅力的な自分が捨てられず。デブは自分が食いすぎって気づいてないアホ。気づいてないんじゃなくて、あれじゃないの？食欲と運動をしないっていう自由を見た目よりも優先した結果って感じなんじゃない。なんでメバルちゃん連れてくんない。あ、メバルちゃん、はあ、やっぱせっかちだからか。もっとゆっくりゆったりお魚のふりをすればいいのか。早く釣ってもらっていいか。27ちゃんの方がせっかちなんですけど、釣りってそういうもんじゃない。わあ、説得力がある。何が？私、違うよ。5番ちゃんが何言ってるかわかんない。もう、さあ、メバルちゃん、メバルちゃん、メバルーン、メバルーン。はい。もう一回。ああ！ハゲなの？違うもん、違うもん、違うもん。メバルーン。あ、甘いじゃない。次の手のゲームやぞ、これ簡単やろ。簡単じゃないんだよ、これが。そもそも、あー、君じゃないの。なのね、目当ての魚を釣らなきゃいけないから。メバルンの声だ、お姉ちゃん。メバルンの声が、可愛いお姉ちゃんの声でしょ。全体はデブではないけど、君に二段してやべってなるタイプだよね。八番ちゃんは何を思ってそう思ってるのかが、私にはよくわからないけど。もう、なんかちっちゃいし。え、もう一回アドバイス聞いても、もう、今、一周して戻ってきた感じの感じだもんね。私もその議論もする気ないよ。見えてもないものに対する議論をしてもしょうがないもん。こっち、でもさ、でもさ、こっちじゃない？こっちじゃない？釣れないよ。いや、一番不健康なのは、不健康なのは、ガリガリが一番不健康だと思うよ。どう考えても。あ！もう、メバルちゃん連れて。みんながメバルのことを好きじゃないから釣れないわけ。カサゴ、ほんとお前、ここカサゴの巣になったの？場所変わったか？じゃあ。違うとこ行くか。
ち行くか。あーちょっと近すぎたな。でも一応メバル近くにいたもんな、あの真ん中のとこ。あそこがやっぱ一番いいのか。メバル、メバちゃん、メバル。でも通風になるまで食べたり飲んだりしたらあかんわ。雨だから下道多い、切ない。え、そういうこと？天気変えた方がいいってこと？いや、なんでもそうだよ。病気になるほど太っても痩せてもいけないって話よ。おお。俺身長だけはコンプだけど170ってやっぱチビなの？チビじゃないと思う。うちのお父ちゃん170ない。うちのお父ちゃんは170センチないから、うちの家族は全員170センチないから170をチビとは言えない。私はヒールを履いても170には届かない。あ、いいんじゃない？ヘイヘイ、今さ、日本の男性の平均、もったいないこと、全部クンってやればよかったのか。クンってやればよかったのか。それでクンって言ってんのか、さっきから。あの、日本の男性の平均身長が172センチぐらいだって最近聞いたよ。あの、最近の若い子は身長がちょっと高い人が多いから、それで平均がちょっと上がったっていう話だから、170は別にちっちゃい方ではないんじゃない。なんでさ、メバルちゃん引っかかってくんないの？こんなに待ってるのにさ、あと 6尾も釣らなきゃいけないわけ。いや、まあ、それは、まあ、25ちゃんが若者であれば、平均に負けてることにはなるけど、平均とほぼ一緒だと思えばいいわけですよ。結構160センチ台の人います、いるしね、男に。これはいいんじゃないか？レンレンはリンゴ何個分？レンレンは身長リンゴ5個分で、体重がリンゴ3個分です。だから、レンレンがリンゴを食べると、リンゴが4つ分の体重に一気に増えてしまうわけです。はぁ、怖い。でも、身長は、踏み潰せるな。リンゴ5個分って、リンゴ5個分って、どれぐらいの高さだ？ピザ何枚分っていうのは、ピザの厚みによるよね。ハンドトスか、なんか薄っぺらいクリスピーみたいなやつかとかによって高さって違うんじゃないの、ピザって。あんまりよくわかってないけど。リンゴの倒し方はあれだから、あの、やっぱ矢でいるのが一番だから。あの、人の頭の上にリンゴ抜けて、いやでスパーンってやるやつ、あれ好き。君じゃなーい。ここ、メバルーン。難易度高くなーい。あわー、時間かかりすぎたんか。今日はもう帰ろう。違うとこ行くか。違う釣り場に行こうじゃ。ちょっと一回メバルーンはお休みして。お疲れ様。それでは釣果を調べさせてもらおうかの。おう。ほほほほ。確かに。たくさん釣れたの。そこそこ釣れたね。1558点。はあ、メバルは足りなかった。はーい。じゃあ。ここじゃなくて移動しよう。で、あ、なんか同じ姿勢でいったら足が疲れてきた。よいしょ。シーラ行こう。姉ちゃんがピザ L サイズ頼んでたの、まるまる明日は太りたいから今から食うわ。25ちゃんは身長がコンプレックスじゃないの？肉もつけたいの？てか、まるまるあるなら姉ちゃんなんで頼んだのって話だもん。オフショアフィッシング和歌山県。へえ。潮岬沖。あ、服装変わってない。なんと次は和歌山県潮岬の沖合でシイラを狙います。なんと、あ、美味しいやつだ。船からのルアーフィッシングの中では最も人気の高い魚と言えるでしょう。その姉ちゃんはプですか？え、船乗んの？ジャンプ、テールウォークといった激しいファイトが魅力です。
はい、楽しそう。シーラ釣りのタックルについて説明します。楽しそう。ロッドは8フィート、リールは4000番、ラインが12ポンドテスト。でかくなったよね、多分。ショックリーダーは30ポンドテストを使用します。専門用語だけども、船からの釣りをオフショアフィッシングと言います。ちなみに丘からの釣りはショアフィッシングです。オフショアフィッシングでは鳥山や流木の周りがポイントになります。しかしすごいチョイスやな、わら。流木の周り、シーラってなかなか釣らないよね、普通の人。いらっしゃいませ。あ、普通のおじさんだ。今回は船に乗って沖へ出てシーラを釣ろう。へー、超楽しみ。船釣りですか？言わなければいいんですけど、心配だな。それじゃあ船に乗る手続きをしてくるよ。ちょっと待っててくれ。お買い物かな。早っ、手続きは終了したよ。今から乗る船は僕たち2人だけではなく、へえ、他にも同乗する釣り人がいるよ。仲良くやろう。あ、一緒の船に乗ることになったレンです。よろしくお願いします。見たところあんたビギナーみたいだな。なんか文句あっか。はしゃいで俺のシーラ釣りの邪魔はしないでくれよ。絶対こいつより釣ろ。感じ悪っ。これが今回使うタックル。これならシーラ釣りはバッチリだ。ほんとかよ。でも多分さ、シーラ釣りだったらそんなにいっぱい釣れって言われないはずだから。どのようなルアーを。お祭りしてやろうぜ。お祭りしてやろうぜ。お祭りしてやるってどういう意味？お祭りしてやる。これでいいんじゃない？シーバスハンター。あ、でもシーバスハンターってシーバスするってことか。ダメか。あ、ショアラインシャイナー。違う、オフショアだから、ショアラインじゃダメだから、これか。この辺か。じゃあ、赤金にしよう。あ、お金が全然なくなった。やばい。あいつ潰そうね。あいつ潰そう。釣りに行きます。じゃあ今度曇りにしよっか。雨だと船釣りは辛そうだしね。どんな感じ、どんな感じ船。ああ、いいじゃん。さあ釣り場に着いたよ。それではここでシーラを、あ、結構多い、4尾ほど釣ってもらおうかな。引きがとても強くファイトの激しい魚なんだ。ああ、ルアー大事に行かなきゃ。ライン蹴りしないように気をつけないといけないよ。今は魚の活性は普通だな。あれでしょ？あれの近くがいいんでしょ？あ、いいんじゃない？釣れろ、釣れろ。シーラってどんな感じだ？さっきなんかチラッと出てたけど。君シーラじゃない。シーラ、シーラ。とりあえずなんか変な形の長いやつだよね。あー、もう君じゃないのに。これ何？これイワシ？違う？なんだこれ。もう暴れるし、あ、なんか外れそう。ごついやつ、でかいか。あ、シーラファイトあるからでかいか。これ何？これイワシじゃない？あ、めっちゃ流されてる。あ、なるほどね。あー、いたね。え、違うの？沖縄の魚ってすごいカラフルだよね。サバは面白いよね。これサバ？これサバ？あ、でもサバのさ、サバの味噌煮の皮こんな感じだわ。じゃあサバか。いや、魚はわかんないんだよね。だって切り身の状態でしか見ないじゃん、基本。魚さばけないし。イエーイ、目的じゃないけど釣れた。ほんとだ、サバ。大して大きくないね。41センチ、1キロ。あ、これは食卓でおなじみの魚だ。ああ、そうだな。
ん？ひょっとしてこの魚が嫌いとか。うるさい、ほっといてくれ。この設定いる？鯖の塩焼き定食どっかで食ったけどくっそうまかった。あ、いいなーいいなー。そう、最近お魚好きになってきてさ、定食食べたいよね。この魚はてか、イケス全然使ってないね。え、何がサバの何が嫌いなの？サバ良くない？うーん、イケスの使い方持ってなかったけどな、別に。でもここなんか引っかかりそうで怖いから、こっち側にしとっか。魚大大好き。魚はそうだよね。本当に魚好きな人は何でもいける人多いよね。でも後輩ね、サバ読むの好きだもんね。サバ読むじゃない。違う、もう、サバ読んでないでしょ？サバ読んでないでしょ？切り捨てで二十歳っていうのは事実だし。後輩でさ、白身魚しか食べれない子がいて、その子はね、大変そう。今の時期だとブリ。生なら食えるけど、調理するとなんか癖がある。え、生の方が、え、サバ？生のサバ？あ、でも、サバ寿司ってあるっけ？あれ、サバ寿司？サバサバしてる。サバサバしてる。サバサバしてる。でも、サバサバしてるのは、いいことでしょ？これ、釣れる気がしないというか、全然出会えないんだけど。サバは生の方が癖ない。サバって生だと当たりそう。生で食べたことあるかな？シメサバとかか、サバ。シメサバってあれ、保存のために、保存のためにあれ、なんか、何かカジキみたいなの釣れたけど、これ何？釣れてないけど、カジキみたいなやつ。これサバ？だから締めるんだよね。そう、締めサバって酸っぱいやつ？それマス寿司か？あれ締めサバって多分ね、私苦手な気がする。あんまり食べた覚えがないから、味が思い浮かばないけど。サバ寿司って聞いたことある。あるよね、なんか。父親がね、そういう系好きなんだよね。サーモンとかイカとかのオーソドックスなお魚が好きなので、お刺身としては。あとは油が乗った系のお魚の食べやすいやつが好きだから、サバの味噌煮とか好きかな。あ、バッテラかな。バッテラ、バッテラかな。バッテラってさ、サーモン炙り。あー、サーモン炙り。私くら寿司のさ、あのサーモンにアボカド乗っけるやつとか、あとは炙りチーズとか、あの辺のやつ好きなんだよね。そればっか頼んじゃうわ。だいたいサーモンでその変わり種を頼んでく。バッテラってあれでしょ、なんかの魚の寿司系の名前のことだよね。魚の名前じゃなくて。あー、もう全然釣れないじゃん。こいつなんなん？君の正体はところでなんなん？あん、これサバ？一緒？サバじゃなくない？サバ？あ、サバだったわ。さっきよりちょっとでかい。またサバが釣れちゃった。あ、ひょっとしてサバに当たったことがあるんじゃないの？サバは鮮度の落ちやすい魚だから。それはさっき知った。入れない。アドバイス聞くか。こうあれかな、船の船頭さんみたいな人が。昔の朝ドラで見たことあるけど、サバ丸々焼いたやつうまそうだった。へぇー。てか、魚丸々は大体美味しそう。どこを狙ったらいいのかな。それともトラウトサーモン。サーモン？トラウトサーモン？勉強になる配信だわ。わかんない。くら寿司にあるサーモンの話でしょ？わかんない。サーモンとしか書いてない。意外とみんな魚詳しいよね。面白いわ。おいおい、そんなことも知らないのかよ。あ、こいつうざい。うざお。シイラは主に水面付近にいる魚で。あ、そうなんだ。周りにつく習性があるんだ。じゃあ、あんまり、あれだね。だから、あの辺りが狙い目なんだぜ。合ってたじゃん。でもあんまり、下に落ちちゃダメなんだ。そういうところのサーモンって実はマスって聞くぞ。あ、そうなんだ。でも味の違いが私はわからないからちょうどいいかもしれない。あー、これ引っかかりそう。引っかかりそう。早速なんか引っかかってる気がするわ。右側にやればいいのか。
トラウトサーモンとサーモンは別物で時々サーモンって言いながらトラウトの放出してるところある。あ、そういうこと。マグロもさ、マグロじゃなくてマンボウかなんかっていう話だもんね。あとイクラは人工のイクラでしょ、大体。あー、でも多分私味の違いがわからないから、どっちでも美味しくいただけちゃう気がする。悲しい。シーラー出てこないね。沈みすぎてるってことあるか。でもまだ下の方は見えてないのにね。シシャモも大体深海魚だっけ。回転寿司は茶碗蒸し食べに行くとか。あ、そうそう、茶碗蒸し美味しいよね。ほんとさ、茶碗蒸し大好き。そう、茶碗蒸しと、あと、くら寿司の場合は、なんか、変わり金の変なやつ。そう、なんでも美味しく食べれる。そっちの方が絶対いいよね。そう、たまに、あれやだこれやだって人いるけど、そういう人は苦労するなって思う。大体なんでも美味しいわ。昔はマグロとか食べれなかったけどね。マグロといっても、その、今の話でいくと、本物のマグロじゃなかったんだろうけど、また違うの言っちゃった。あー、ラインブレイクしたー。ここ怖いね。樽があるからさ、切れやすい。引っかかりやすいわ。ラインテンションに気を配らないとライン切れてしまうよ。でも、最近は、お魚も生で食べれるようになったし。魚の話楽しいよね。僕はカナン見てくるね。いってらっしゃい。カナン？カナン？カナン、カナンさん。いってらっしゃいです。あ、ルア変わった？ちょっと変わったね。楽しい。シーラが、悲しいのはシーラが出てきさえもしてくれない。あー、僕、ハカナン見てくるねってことか。ハカナンさんついたのか。ハカナンさんの声で癒されたい。でも、レンレンも癒し系のボイスだから頑張る。はぁ、釣れない。あんなんシーラって。食べ物好き嫌い多い人は、人に対しても好き嫌い多いっていうよね。あー。全部通じそうだよね、そういうのは。テンションあー、テンション。この作品のみ、駿河屋で3200円、 Amazon のマーケットプレイスだと2700円ぐらいだったね。へー、あ、じゃあ嫌わないで。そんな環境でも頑張れよ。心当たりあるわ。じゃあいろんな話が出てきた。そんなにプレミアって言っても高すぎない感じだね。買うなら今だよ。これクリアしてから考えるかな。レンレンは食べ物の好き嫌いがないイコール人の好き嫌いもなんか外れそうじゃない。人の好き嫌いも少ない方ってことだよ。あー、悪環境でも頑張れよっていうのはどんな悪環境だ。どんな悪環境のことだ。あー、外れそうだから無理やり引っ張ろう。 OK、心当たりあるわ。このすり環境。あ、このすり環境ね。そうか。じゃあ、ここの糸が切れそうだからっていうのに、負けずに、ガンガン行くしかないのか。それは何？それは何？それは、魚の釣り方か何か？えい。移動する。僕は適当な中古屋で偶然見つけて2を500円しないくらいで手に入れたよ。やってないけども、サバしか釣れないね。やってないんかい。俺の気違いない。かわいい。かわいいけど確かになんか味がある感あるね。ちょっと待ってね。あ、これあれか。一回保存しなきゃ。保存。これはあれだ。いつも絵をくれる人だ。ここをデスクトップに置いて、ありがとうございます。ピカチュウの尻尾の色さ、茶色いところと白いとこ、黄色いとこってさ、逆じゃない？こっちだっけ？ちょっと待ってね。デスクトップからの、ピンクだー！かわいくない？ちゃんと周りがピンク。みんなこれ見て癒されよ。
で、見て。また文句言う。で、違う、文句じゃなくて、こっちがさ、濃くてこっち黄色じゃなかったっけ？違うっけ？かわいいね。ちょっとこの目のさ、いっちゃってる感素敵だと思う。かわいい。こっちの方が女子力高い？いや！ギャラドスが連さんじゃなかったの？ちょ、連さんはピカチュウ部分の愛らしさを表してるわけ。これちっちゃく置いとこ。ちっちゃく置いとこ。このゲーム多分ね、上の方絶対使わないからちっちゃく置いとこ。ありがとうございます。かわいいよね、このさ、これどっかから拾ってきたの？違う、ギャラドスじゃなくて、レンさんはヤッホってやってるピカチュウの方なんだけど、いいな、このレンの R かわいい。ロケット入ってる。あざーす、あざーす。ちょっと待ってね。これを閉じて、こっちをつけて、じゃあピカチュウに癒されながら今日も頑張る。えい。てかさ、あのさ、話変わるんじゃなくて、なんかがまたサバか。またサバか。ちょ、また今月中にゲーム、おすすめゲームいただいたやつをまとめるつもりなんだけどさ、Google ドライブだとさ、めんどくさいからさ、やっぱりさ、なんか、あげられるとこどっか作ろうかなって思ってて、だから、もうちょっとしたら、なんか作るかもしれないわ、ロダ的なやつ。いつもなんかさ、貼ってくれる人さ、どっかに一回保存してくれてる感じなんでしょ？それはそれで悪いなっていうのもあるし、まあ、使わなくても作っといても損はないかなっていうので、ちょっと、今使ってるさ、Google ドライブのやつってさ、同じファイル名でも、お仕事なのこれ。同じ URL だったらさ、使いやすいんだけど、あ、これじゃない？シーラ！行っちゃったー！シーラ行っちゃったー！え、でもシーラの色あんな色？見分けつかねえな。でもこの辺にいるってことだ、やっぱり。ってことは、あんまり引かずに待ってるべきってことかな、この辺で。ふいふいしながら。ちょっとふいふいしながら待ってみるか。URL 変わっちゃうなら、Google ドライブって、なんか、使いづらいんだよ、個人的に。すぐ作れるから作っちゃった方がいいね。あ、すぐ作れんの？そうなんだ。じゃあ人のロダ見て、そこのロダのサイトを見て、自分も作ればいい感じか。ちょっと後でやってみるわ。そう、Google ドライブね、すごい使いづらいんだよ。超。来ないじゃん、引かないとやっぱり。シーラちゃんは？シーラちゃんは？なんなんシーラ。お高く止まって、希少価値上げるタイプですか？全然ダメだな。これ今どの辺？あ、もう手前まで来ちゃったらもうダメだね。ガン引きしよう。何回かやるしかないか、これ。あー、手前すぎたんじゃない？今。もうちょっとか。これぐらい。あ、いいんじゃない？これいいんじゃない？この位置で。動かさない方がいいのでは？あ、そうなの？動かさない方がいいの？こういうこと？で、魚が来たら、生きてる魚だよっぽいアピールするって感じ？そっか、引きすぎなのか、私。にしても魚来ねえな。無料アプロだ。URL 省略。あー、ありがとうございます。あれ、おじちゃんたち何でも教えてくれるじゃん。おじちゃんたちって言うと怒られるのか。お兄ちゃんたち何でも教えてくれるじゃん。よいしょ。移動する。最もメジャーなアップローダーって書いてある。ありがとうございます。あ、これ。シーラは動いてなきゃ食いつかねえんじゃね。あ、そうなの？そういう、いろいろあるのね。魚によって。生きのいいやつが好きとか。
ありがとうございます。ここで後で作ってみよう。会員登録してって感じか。あざーす。じゃあ作ったらツイッターかどっかにあげるわ。助かります。シーライト早くない？これ今どの辺？あ、やっぱこの辺に出るってことか。とりあえず名人のアドバイス聞きながらやってみ。まあ最終的には場所やけど。確かに。もう一回名人のアドバイス聞きに行こう。名人教えて。どこ狙…え、同じじゃない？同じじゃない？そんなことも知らない。シーラは主に水面付近にいる魚で、浮遊物の周りにつく習性があるんだ。めっちゃいい声してるけど。だから、あの辺りが狙い目なんだぜ。あ、でもあそこのど真ん中じゃなくてもちょっと周りでもいいってことか。とりあえずこのアップルオーダーはぶくまして、後で見ます。あざーす。シーラー、シーラー、へい。ちょっとスレスレだったけど、おいでシーラー、シーラー、シーラー、シーラー。このゲーム結構難しいんじゃない？もう、全然全然だよ。ちょっと君、あっ、でもこれ違う、これ違う魚じゃない？これサバじゃない？サバじゃない？サバじゃんか。アブさんってめっちゃ格ゲーとか上手い人でしょ。サバが釣りは別だよ。でも私ソニックのさ、カエル釣りでさえあんなに苦労したからさ、ちょっと向いてない感はあるよね。あ、確かにかかり方がめちゃめちゃ浅いねこれ。アブさんなら釣り込み用意してくるからな。あー、マジか。その本気さが足りないってこと？でも釣り込んの方は難易度上がるんじゃないの？そうでもないの？サバー、またサバー、またサバー、入れない。サバをいっぱい食べれるね今日は。ルアー変えるって言ってもあったか。次ルアー変えようか。詐欺師アブさん、ハッシュドライスの3つよし。あ、詐欺師さんもうまいのか。なんかアスカとかがうまいってイメージだったけど、それ以外も全然うまいんだあの人。いいなー、ゲームうまくなりたい。ゲームうまくなりたいけど、でも聞いて、イルブリードをクリアしたし、ソニックもクリアしたから、ゲームの腕前は。あ、星の無力率やばすぎ。さすがになのにな。無職率。え、そうなの？そうなの？そうなの？みんな。そうなの？そうなの？お仕事は大事だよ。あー！これサバじゃねえかよ。サバじゃん。もうサバばっか来やがって。いやー、リールのテンション、何の話してたっけ。そう、ゲーム下手だったけどちょっとは上手くなったから、私もちょっと今まであんまりアクションゲームとかやってこなかった分、今から巻き返していくから、そのうちめっちゃ難しい。あ、そういうことですか。そのお三人は。そっかそっか、覚悟が違ったな私とは。仕事もしつつゲームをっていうのは難しいかな。私はまだ仕事に力を注いでるからまだゲーム力は足りないんだけど、これからちょっとゲーム力を得てくから。おー、ゲーム力やっぱ欲しいじゃん。いろんなゲームしたいじゃん。いや、なんで
クリアできないかもしれない恐怖でやりたいゲームができないやつ結構あるんだよ。あ、あとさ、あとさ、新しいゲームでさ、いろいろさ、あの人大晦日もドスキーやってたよね。面白かったわ。そういえばレンさんはロストオデッセイとこれの2本をメインでしばらく進めていくの？そう、どうしようかなと思って、これさ、これメインっていうよりさ、これサブ的な扱いじゃない？メインにしてもいいけど、もう1本さ、やっぱさ、アクションっぽいやつを入れたくて、アランドラやりたいんだけどさ、アランドラって私には難しい？やっぱりアランドラやりたいんだけど、みんな、あー、からなかった。うーん、これ息抜きゲーだと思う。個人的には躍動感あるソフトやってほしいな。今あれか、こういうクンっていう合わせが足りなかったのか、来たのに。あ、でも いけるわ、いける気がしてきた。ここにちゃんとルアーを投げ続ければいける気がしてきた。じゃあ相撲だな。相撲はねー、相撲。アリスとかは？アリスできる？アリスは難しくない？アリスもやりたい。アランドラはダンジョン難しいし、次にどこ行くか絶対迷うよ。マジで？え、今なんかいなかった？シーラいなかったか。幻見えてたわ。そっか、アランドラやりたかったけど、まだ難しいか。あー！合わせを。でも来てるね、今。レンのゲーム力だとどれも難しいからどれでもいい。アランドラプロがいれば大丈夫。アランドラプロがうまいこと。アランドラのプロは結構いるかもしれないから大丈夫かも。あ、本当にアランドラやっていい？アランドラやりたい。今さ、ゼルダがさ、カジさんもやってたし、ナズさんも今やり始めてるじゃん。私もあゆけやりたいって思ったら、アランドラ難しいゼルダでしょ？ここの場所いいな。もう過ぎちゃったから一回回収して、もう一回あそこ投げよう。いける、これいけるぞ。あ、行き過ぎた。あ、やば、引っかかってる。アランドラならまずゼルダ前作クリアしてからだな。ジャミンを従える配信店よ。リンクの冒険でいいよ。リンクの冒険、え、前作、ゼルダ前作って、ああ、前作って前じゃなくて全部ってこと？え、そんなに難しいの？そんなに難しいの？そんなに難しい。ムジュラと時のオカリナしかクリアしたことない。ピンクの冒険って、どれだ？アランドラやりたーい。アランドラやりたーい。そんな難しいのか。でも難しいゼルダって書いてるぐらいだもんね。あ、もうダメだ。投げ出そう。え、でもそれで積んだらさ、ほれー、見たことかーって話になるんでしょ？じゃあアリスかな。アリス。兄ちゃんさ、教えてくれる？やったら。アランドラ風ヶ谷の福袋で入っていたわ。やってないけど。へえ。まあ安いもんね。100円とかで、100円200円で。中古屋に売ってるレベルだもんね。じゃあアランドラってさ、リンクの冒険は最初のやつだろ。ファミコンの。あ、ファミコンの。こんな、それこそソフト手に入れるのと。2がいいよ。アランドラやったことないから見たいのよ。そっち指示してくれない感じ。どうしようかな。そう、やりたいのは今ダントツでアランドラと、まあ、次がアリスなんだけど。リンクの冒険は2作目っす。あ、そうなの？あ、あ、レンがアランドラやるなら私もアランドラリベンジするいいきっかけになります。リンクの冒険はディスクシステムだから、バーチャルコンソールとかじゃないと厳しいかな。あー、 Wii 持ってないから、それはじゃあちょっと今の環境じゃ難しいな。アランドラじゃやっていいか。で、みんな、今、リベンジする人は一緒にやりながら。じゃあ、神ゲーアクトレーザーやる？アクトレーザーって名前は聞いたことある。ババアこんばん、ババア。ババアじゃねえけど、こんばんはだけど、ババアじゃねえけどな。まだ29番になると、そういう、なんか口の悪いやつが出てくる。あー、今でもサバか、あれが。
じゃあアランドラやって、みんなでアランドラをやって、みんなでマドレーンさんを助けるっていう介護プレイしようぜ。じゃあ僕も15番ちゃんとアランドラやる。ちゃサババー。サババーじゃなくて、15番ちゃんと14番ちゃんが私と一緒にやる感じね。そこで結託すんのなしね。まあ、って番号近い同士で仲良くすんだもん、お前ら。この間もさ、11番ちゃんと12番ちゃんが仲良くするしさ、ずるくない？ずるくない？15ちゃん乾杯。ちゃ、2番ちゃんも、2番ちゃんも、あーレンちゃんいらなくない？ちゃ、レンちゃん、レンちゃんがいないと、このご縁は成り立たなかったわけ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。釣れなかった。それでは、超過を拝見します。サバしか釣れてない。サバばっかり釣ってるバっていうのやめろ。全体的に合ってるからやめろ。合ってないもん。29は否定しないのにババアは否定するって。だって29歳も。お疲れ様です。642点。あー、ルアー代赤字だわ。レンちゃん見ててね。レンちゃん見ててね、じゃなくて、レンちゃんがやってるのを見ながらみんなも一緒にやろうって話。よし、アランドラやろうね。今度アランドラやろう。ファミコン、あ、だから今ね、ファミコンとか、レンは痛まないけど、ファミコンとかゲームキューブをつなげる S 端子のコードをまたさっき買ったから、それが届いたらできるわ。あ、違う。あれ PS か。ファミコンじゃないわ。じゃあできるね。なんならこの今のプレステ3の環境でできるわ。経済回してんな。そうだよ。自分だけじゃなくて、みんなもやらせるっていう。すごくない？ちょっと、別のとこ行っていいか？クリアできる気がしない。あ、今なら大物がヒットする。釣りに飽きたらやる？釣りに飽きた、え、今日ってこと？釣りに飽きてはないんだけど、ちょっと練習が必要な気はしてるよね。大物釣れるらしいから、ちょっともう一回この場所で行くわ。別に、今日金曜日だよね。もう明日休みだから、別にやってもいいけど。それをやることによって、あれですよ。晴れにしよう。ツイッターには書いたんですけど、イルブリードも早めに頼むな。あ、イルブリードはね、さん持ってるソフトのお試しプレイの日を作ってほしいな。あ、お試しプレイやるか。確かにね。今日やる？じゃあこれ終わったら一回アランドラにする？これ、ちょっと練習してから今度やるわ。これはやるけど。イルブリードはさ、来週のさ、土曜日の夜から日曜日にかけてやろうかなと思って。それどう？ちょっと睡眠とってから長時間一気にガーってやりたいから。あー失敗したな。だから土曜日の夕方早い時間から日曜日にかけて頑張って、できたら一日で2週目やるけど、これは何？若いね。睡眠いる？いるんじゃない？これ何？これ何？これサバじゃないけど違う魚だね。睡眠いらんだろ。一応聞くんだけど、マコトエンドの条件ってもう、それだけは、新エンドのとこでよくね。新エンドの条件はさすがに調べた。から、それは大丈夫なんだけど、ミニゲームってさ、この間言ってくれた人いるけどさ、ミニゲームはさ、おまけ要素的なものだから、プレイには関係ないんだよね、多分。ミニゲームは、剣は。やばい、切れそう。あとさ、ちょっとキプレイの人にイルブリード聞きたいんですけど、あれってさ、2周目ってさ、アダルト要素的なものあるじゃないですか。あれ、FC2 大丈夫？それだけがすごい心配なんだけど。アダルトに、強制アダルトにさ、切り替えとかならない？それが、ちょっと、唯一の心配。ならない？大丈夫あれ。そんなに絵面がブリキャスだから通報とかされない限りはバレないんじゃないかなって思うけど、シニアじゃねえし、そういう問題じゃなくて、あれは大丈夫なのかなっていうのが不安なわけ。これ何？これサバじゃないよね。両爪に銅があるくらいだから大丈夫じゃね。
大丈夫かな。確かに私もその YouTube ちょっとだけサムネだけ見たわ。ソーダカツオ。柳が数えきれないほどやってるから1回くらいは平気かも。1回くらいは平気かもってまああれでしょ、強制アダルトって24時間アダルトになっちゃうんでしょ。これぐらいの人数だったらアダルトでやってても別に原住民怒んないか。磯のカツオね。ソーダカツオこれ重たいじゃん。 1.9 キロ。おや、ソーダカツオ釣ったのか。ソーダカツオは平ソーダと丸ソーダに分けられるって知ってるか。平ソーダは鮮度に気をつければ生でも食べられるが、丸ソーダは生で食べると中毒を起こす。イケメン詳しいやん。へえ、こいつすごいね、プロだね。あとで料理してもらったらどうだ。原住民は怒らないけど女の子だからやたらとセクハラされそう。いや、やだ、女の子だからそういうのちょっと嫌だから。そうなった場合ちょっとチャットだけ非難とかしたいよね。体を隠してしまえばいい。いや、前編そういう感じになるわけですよ。前編そういう感じになっちゃうから。カツオのたたき食べたいわ。ちょっとメバルと交換しよう。カツオのたたきか。あ、そうなった時のために、ユーストのさ、この今、ライムチャット取り込んでる、この、セクハラする方も相手選ぶわ。わらわら。その、ダウンロードオンリーでええやん。IRC チャンネルを、チェッカーの配信ページに、登録してもらえば、一応、まあ、チャットだけ、ユーストチャットっていうことができなくもないけど、クソめんどくさいよね。私はこのまま通り込むだけだけど。まあ、アダルトになったら考えるか、その時に。くそー、くそー。なんでシーラ釣れないの？てか、そもそも今日ってシーラが目的だった？大物が釣れそうって言ってるからシーラじゃなくていいのかな？それ聞こう。大物が釣れそうな日でも変わんないのかな。あ、ルアーを何色にしていいのか分かってないみたいだな。へえ、あ、そういうの絶対さ求められてるよね。だって今ユーストしかないもんね。いやー、お見事。なんで分かったの。今日は晴れだから。あ、天気によって違うのか。シルバー系のルアー、シルバー系、シルバー系なんて持ってる。シルバー系？なんで今泣いたの？シルバー。え、シルバー系ないんですけど。配信機能入れるからチャットは IRC かソケットかで悩んでたけど、やっぱり役なんだな。なんかすごい着々と進んでそうな感じだよね、聞いてると。シルバー系ってこれシルバー？これに行ってみるか。あ、でも来週っていうわけにはそれはいかない話だから。今月中に配信機能をテストで実装するとか言ってた。へえ、めっちゃすごいね。なんか着々と進みまくってるね。そうなんだ。連れてお願い、連れて。あ、ちなみにさ、この後アランドラするに先に入れるらしい。あ、そうなんだ。へえ。まあ、需要は今は絶対あるもんね。シーラ以外には興味はないわけ。この後さ、アランドラにするにしてもさ、説明書読んでないからさ、説明書読まないでプレイするけど、それは君ら的にいいの？いつも怒るじゃん、説明書読んでないと。もう、まだ全然釣れない。シーラちゃん、シーラちゃん。何あれ？でもそしたらどんどんチェッカーだけ見てる人は新チェッカーに誘導されるな。あー、どうなんだろうね。でもなんだかんだ昔から馴染んでたユーストチェッカーは捨てられないんじゃない？説明書とか事前に丸暗記するレベルで読んどいて。そしたら今日はじゃあできないってことになるよ、29ちゃんのその話で言ったら。
あと丸暗記は無理。シーラちゃんが来ない。じゃあそれで、じゃあそれで、それでってどっち、それでってどっち、今度でいいってこと。右下のデブスってレンちゃんのこと。違います、そのくだりはもうやったんで大丈夫です。シーラちゃんが釣れない。シーラちゃん、もしかして船釣りって一番難しかったりする？ソーダガツオが今さ、やっぱ釣れる時期だからさ、ソーダガツオが来ちゃうのかな。あれソーダガツオでね、多分。でも少なくとも合わせをちゃんとできるように練習しとかないとな、今みたいなやつの。デブスでも可愛いよ、いい意味で。全然捕まえらんなーい。もうこっちの手前に来すぎたんか。引っかかんねえな。あ、シーラ難しいね。今来たのに。このステージやっぱ難しいかな。デブスのレンちゃんペロペロ。その同じ話は二度としないよ。同じ下りをずっとやると疲れちゃうからしないわけ。あー、クソ切れる。これサバじゃない？サバだよな。カツオの方が攻めていいんだけど。あ、でもあれだよね、糸切れそう。でもかかる仕掛けも外れそう。サバだね。サバだよね。あー切れる。あー切れるし外れるから、どっちもルアーが危ない。ルアーは高いからなくしたくない。とりあえず釣り上げるしかないな、もう。まあ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 、サバだよね。そんなでかくないしな。シーラ釣れないよ。シーラは動いてるものにしか興味ないだろうから、姿見えたらずっと引き続けて。あ、そうなの？ずっと引き続き続けていいのか。ちょっと待ってね。ちょっと手前に置きすぎたわ。こっち、この辺か。了解です。ガチアドバイスだから。これで、シーラが来るまでは、お情け動きぐらいにしといて、姿が見えたら、あー、違うのや、やっちゃったー。じゃないわけよ。サバじゃないわけ。サバー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 サバじゃないわけ。サバじゃなくて、ちっちゃ。入れないです。ちょっと手前すぎたな。ちっちゃっていうのもっとお願いします。どういうことですか、どういうことですか。あー、またサバ釣っちゃった。釣ってないけど、もうちっちゃって声が可愛い。電話素敵なレジ。16番ちゃん今日担当ですか。魚はさばかないです。魚さばいてまで好きじゃない。サバなんでこんないんの。サバってそんなにさ数多いわけ、生息数が。まあ多いか、一般的に食う魚だもんな。普通に食品として出回ってるレベルだもんな。サバを読むっていうくらいだから応援ちゃう。サバを読むっていうくらいだから応援ちゃう。サバを読むってそういう意味でつけられてんの？サバを読む
あー、多めに見積もるってことか。なるほどね。この辺か？これ場所は超いいんじゃない？あとはルアーと引きの問題。29歳でもサバ読んでるから。そこの辺でやっていくしかないわけ。ちょっと29番ちゃんめんどくさいからもう触れないけども。シーラ出てこねえな。これやっぱルアーこれじゃないんじゃない？シルバー系じゃないもんな、明らかに水に進んでる姿が。青いもんな。これじゃない。あ、今なんかいなかった。視点が変わったら魚が近いとかだから一気に引いたらいいのでは。視点が変わったら魚が近い。視点変わる？視点変わる？これはね、私が動かして視点変えてる状態なんだよ。視点変わる？完全にこれ沈んでいってしまってるね。ここ行くか。視点変わってるのかな？オート視点では確かにあるんだよね。これ何？これはシーラじゃないな。ルアーから遠くなったら魚が近いとかじゃないの？知らんけど。ルアーから遠くなったら、ルアーから遠くなったら、これってこと？これは私が切り替えてるんだけど、これのことじゃないことを言ってる感じかな。あ、この状態ってこと？いや、ちげえよ。この状態はでも単純に、そうそう、これ交互に出てきてるだけだと思うよ、多分。うん、数秒おきに切り替わってるだけっぽいわ。着水したら巻きっぱなしでいいんじゃない？本当に？じゃあちょっと遠くに投げてっていいか。頑張る。遠くに投げて巻きっぱなしにしてみっか。じゃあこれぐらいで投げて着水したら、これ多分一番ゆっくりなボタン。何がかかった？あ、まあお前か。ちょ待って、これ切れる。あ、オッケー。あー、切れちゃう。あー、切れちゃう。お前嫌がらせしに来てんでしょ。ちょっと切れてないっすよ。切れてますよ、これは。糸が切れますよ。あー、くっそ、呆れた。あいつなんなん、嫌がらせじゃん。ちゃんと移動もしながら引いてる。釣りしてんじゃん。釣りしてるけど、そんなリアルはいらなかった。これルアー高いよ、あのルアー。ニコニコで村越正解動画検索したけど、2012から動画なかったのが16年にプレイ動画投稿されてて、くさ。実際こんな V みたいなやつで切れることってあるんかな。その人何をもって再会したんだろうね。これ、こっちにしよっ。あー、これでいいのかな。どうなんだろうね。でも今の結構、摩擦はかかってそうだったから、切れそうな気はするけど、でも船釣りしたことないからわかんない。これってこれ以上にゆっくりなやつないんだよね。その障害物のところじゃないといけないの？別人だよ。4年間一つも動画が投稿されてなかっただけだよ。なんでこんな邪魔なものがあるとこで釣ってるん？あの、ここにシーラが出るんだって。あ、シーラ引っかかったー。あー、めっちゃ暴れる。よし、引っかかった。あー、やばい、これ切れそう。やばい、糸がやばい。いいぞ。これ、いいの？これ。これ糸切れない？あ、かかりが外す。
あラインブレイク。いやでもさ、これは難しいって。これ今来てよかったステージなの？これ多分もっとさ、いいなんか環境っていうか。お金なくなってる。あ、なくなったらゲームオーバー。お情けあるんじゃない？お情けあるんじゃない？ダッサとかじゃないから、ルーキーだからまだ。お情けなかったら嘘でしょ。釣りゲームでゲームオーバーとかあんの？それはさ、釣り以外でお金稼げよって話じゃない普通。そんなお金がなくなってゲームオーバーの釣りゲームなんて聞いたことねえよ。銀色っぽいのが言ってたな。そろそろなんかタイムアウトで戻りましょうとか言われてそう。これか？なんかもうちょっとがっちりした。これでもこれショーラインだもんな。村越、正解は釣りだけで生計立ててるけど、マジレスやめて。つまりこの配信でそのゲームオーバーが見れるということか。村越さんに借金するか。村越さんお金貸してくれるかな。だって釣りだけで生計立ててるから、村越さん多分ねお金そんな持ってないと思うよ。どんなに村越さんがクエとかみたいな高級魚を釣れたとしても、1万円で市場で買うような高いやつでも桐山さんはでも取り立てが怖いかもしれないじゃないですか。この位置でいっか。シイラ来ない。さっきさ、でもさ適当に引いてたらシイラ来たから、引き続ければっていうアドバイスはガチでありなんだよね。あ、これちょっと遠すぎるのか。もっと近づけば。村越さんは印税が結構入ってそう。あー、猫を抱えながら貸してくれるよ。視聴者に借金していこう。文句が泉のごとく溢れてる確かに。なんで桐山さんあの猫そんなに懐いてないの？もしあれなら配信終わった後で日本にでもして URL 省略。それあれ、村越さんのニコニコのやつ、村越さんってかこのゲームのニコニコのやつ。ありがとう。あとちょっと見るわ。これそうだね、これちょっと研究してからもう一回やる感じだな。ちょっと操作も多分ね、もうちょっと考えてやらなきゃいかんのだと思うんだろう。そう、あー近くに投げすぎた。村越動画用つべにもあんまないから貴重なやつなんだ。ありがとう、見つけてくれて。まあこのゲームね、ゲームはだってもともと知ってる人じゃないとこのゲームで動画見ようって思わないもんね。え、釣り動画ってなるもん。なんかがかかったけど、お前サバだな。まだお前か。またサバのくせにさ、ルアーを無駄にするような行動しやがってよ。喧嘩売ってんの君は。あー、もうやめてー。レンさんって聞こえ元だけど、ごく稀にコナンの声に聞こえるね。やめてー、コナンの声。はー、高山みなみですか。これ後でセーブポイント、セーブ分けよう。このセーブダメかもしれない。だってサバは欲しくないんだって言ってんのにさイライラっていうかさ、どうしたらいいの？だってさってまた言ってたわ今。へい。さあみんな、今日も楽しく村越正解の爆鳥日本列島をやってくよ。日本列島って書いてるけど、でもこのゲーム多分九州とかには、君は何、君はあれか、なんとかイワシか。ここやっぱさ、ルアーちょっと酷使しすぎだよね。さっさと引いちゃえばいいのか、あの樽より 手前に。あー、やばい、切れる、やばい、切れる。近づいてけばいいのか。なるほどね。
これでいけるでしょ。これで、なるほどね。自分の位置で竿のしなりとかを擦れないようにできないかな。竿を立てて。このニコ動画主のまさかの様子でシグあったわ。URL マジで？いからく。じゃあそれブックマークしとこう。あれこれサバじゃなくない？鈴木の頃のういういしいねーねーに戻って。動画少し見たけどレンと全然釣りの仕方が違った。えマジで？えじゃあ研究してからやるかこれ。あ、すごい！パート17まである。ちょっとシーラ編勉強してくるわ。マジか。そうなんだ。じゃあこれ、あ、ソーダカツオだ。でもよかった。1.3 キロ。また釣れたんか。その話は、あ、体を、ま、輪切りにして見分ける。へぇ。輪切りにしたとき、円形に近いのが丸そうだ。平べったいのが平そうだ。それって同じ品種じゃないの？違うの？入れないです。ちょっと、そろそろ帰ろうかって言われるまでは頑張ってみるわ。この辺でやってみるか。バス長、日本列島の動画ほぼその人のしか検索かからんしてください。村越ブレインちゃんはいないん。残しブレンちゃんは3番が、3番が、キプレイ。3番だよね、確か、キプレイ。ん？今の、でもシーラじゃないもんな。でも多分ね、これね、ブレインっていうより、私の多分操作方法が、一辺倒だからいけないんだと思うわ。もっとなんか、テクニックがあるんだろうな。こういうのをうまく使ったりとか。ここまで来ちゃうともう近すぎるんだな。あ、間違えた。何をした今。あ、あるわね。はいはい。難しいね、このゲーム。あ、これじゃない。あー、これじゃない。スティックって操作してる？え、してない。え、スティックって関係あんのこれ。でも、あれだよ。スティックって多分ね、説明書に書いてないから、使わないと思うんだけど。いじってみる？投げた後。そうだね。何も動かないわ、スティックは。十字キーだね、基本的に。十字キーとあと押すボタンによって、このルアーじゃなくて、なんていうの、リールの巻く速さが変わるっていうのと、たまに、あ、お前はカツオだな。あ。大事なルアーを、大事なルアーを守らなきゃ。あー、ルアー守らなきゃ、お金がなくなる。ゴリ押しして毎回切れるのやめて。ゴリ押ししてるんじゃなくて、巻いてない時にね、テンションがかかるんだよ、この辺。それはね、なんか力を逃す術があればいいんだけど、今んとこその操作方法がない気がする。ゴリ押ししてるのはあのじいじ巻いてる時になってたらそれはゴリ押ししてるわ。あ、あれ2キロのこれ一番でかいんじゃない？ 2キロ入れとこ。ソーダガツオちゃんはどれだっけな。ソーダガツオはこれか。あ、これ。入れ替えます。難しい。でも、せめて、一匹は、目的のシイラを釣りたい。いけ。
いけ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 、あーなんか引っかかりそう。カツオだもんねあれ。でもミリで止まっちゃダメなんだよね、逆に引いとかないとシーラー食ってくんないから。その位置はもうダメか。この位置から引いてこう。シーラちゃんおいで、シーラちゃん。お前じゃない、お前何、お前はサバじゃない。サバな気がする。サバだろこれ。軽そうだし。あ、外れそう。動画にすると全然タルみたいなのがないところで釣ってたけど。マジで？本気で？え、嘘。え、アドバイスじゃあ何だったの？まあ、ソーダガツオで金は貯まりそうだけど、今回。じゃ、ちょっと場所変えるか。そろそろなんか、お時間ですとか言われそうだけど。確かにね、樽はね、リスクは高すぎる。江口嘘つきってこと？あいつ、江口って名前だっけ？名前あった？あいつ。やっぱり、挑発の男にまともなやつはいないってことよ。社会人だったらあんな髪が長い男なんて許されないわけであって、その時点で彼の社会的信用力はちょっと下がるわけ。そこを考慮した上で彼の言うことを聞かなければいけなかった。もう一回投げるか。ちょっと近すぎたか。釣れやすいだけでシーラがかかりさえすれば樽なしで良いかもな。そうそうそう、てか樽が、樽のとこでやってるのはあそこにシーラがいることが多いってだけだから、かかってしまえばそれはそうなんだよ、ない方がいいんだけど、だあそこでさえそんなに出会わなかったシーラがいるのかどうかっていう問題よね。私は悪くないってこと？何が？え？私は悪くないってこと？あ、今シーラじゃない？はぁ、シーラだった。シーラだった。切れるリスク考えたらない方が良くない？うん、そんな気がしてきた。今出てきたもんね、普通にシーラ。全然出ないのかと思ってたわ、あの周り以外は。そういうヒントの出し方してたから。完全に挑発に騙されたってこと。やめなさい、サバ。お前はすーぐそういうこと言う。てか君のことはそんなにお呼びじゃないわけ。エグチっていう挑発の手ってこと。それはキムタクは嘘つき。そう、キムタクとあの挑発の手。てかあいつマジでエグチって名前なんだ。エグチのせいで、エグチを信じた純粋な私の心をあいつは裏切ったわけ。出やすいよっていう、出やすいけど他でも出るよっていう一言が江口になかったせいで、いくつものルアーが失われていった。また君か。よーし、もう一回行くぞ。江口洋介め、あ、江口洋介のせいだった。さあ、じゃあ今日は休んで、別日にちょっと勉強してから、このゲームは続きをやろう。お疲れ様でした。それでは、超過を拝見します。でも、ソーダカツを釣れたから結構高いんじゃない？あ、そうでもなかった。釣れましたね。この調子ですよ。
キムタクは正義を貫いた。いやキムタクのあの番宣のなんだっけ、森高かわいい、あのホッケーみたいなやつ、森高千里、あのホッケーみたいなやつの動画を見たけど、ああ大人げないって思ったわ。マツケンとやってたやつ。セーブを分けてやります。樽じゃないところでとりあえず引っかかったら釣った方がいいな、点数稼ぐために。そうだね、うん、糸切れることがなくなるもんね。ちょっと次はそのやり方でやるけど、ちょっと練習してから来るわ。じゃあちょっとトピックを変えてアランドラやっていいか。アランドラのソフトどこやったっけ。マツケンの顔見てられなかった。マツケンちょっと引いてたよね、かわいそうだったわ。よいしょ。あと城でなんか応援してた女優もちょっと引いてた気がする。マツケンサンバ、マツケンサンバはもう何年前の話かわからないけど、アランドラなんかさ説明書分厚いんだけど大丈夫かな。よいしょ、ちょっと待ってね、トピック変え作業するわ。トピック替え作業するから、みんなはこれ見て和んでて。複製、あれタブを複製して戻って、いや髪が厚いだけだから、あーちょっとそれはあるかもしれない。のゴム八番ちゃんすごい騙されてくれんじゃん。アランドラってあれなんだね、カタカナじゃないんだね。アランドラ、アランドラ、よいしょ。これでやっとまともなゲームが見れる。ねえねえねえ、トピック変えるときさ、設定を保存まででいいんだっけ。配信するまで確かやんなきゃダメだよね。何が変わらんけど、キムタクの行動は社会的には当たり前、むしろ他のメンバーがおかしい、苦痛からの解放。でもあれはゲームじゃなくて、配信者教えてくれ、配信者教えてくれ。ちょっとこれで待ってる間に違うか、今ゲーム画面切り替えてるから、それより先にあれをすればいいんだ、先にゲームソフトを入れ替えておけばいいんだ。よし、またお腹痛くなってきた。なんで、ゲームを終了、また丸ボタンとバツボタンを間違える。でアランドラちゃんを入れてあげればいいわけ。トピック変わった？チェッカーのトピックってすぐ変わるんだっけ？すぐ変わんないんだっけ？更新。ルルン。変わってないな。変わってないな。でもさ、前さ、進みすぎたら配信切れちゃったんだよね。これでいいんじゃない？はよばばじゃねえんだよ。これで多分いいと思うんだけど。って言えば変わるよ。ほら変われよ、変われよ、変われよ。変わった？変わった変わった？これ変わったんじゃない？誰かがさ、リロードしてくれれば済む話なんだけどさ、誰かしてくんないの？その優しさがみんなを助けるわけ。何言ってんの。私そんな変なこと言ってくなくない、言ってなくない、言ってなくない、微動だにしないトピック、変わってない、本当に本当に言ってる、本当に言ってる、自分で配信開く、変わらない、変わった変わった、開き直したら変わった、多分大丈夫、
開き直したら変わった。あらららランドラになってるよ。なったよね。ありがとう。あらららランドラじゃないけど、ありがとう。じゃあアランドラやってこう。それずっとエコさせて。みんながそれでいいなら、私の声をそんなに聞きたいなら、それも一理あるか。一理じゃないや。山彦聞こえたが、あ、アランドラやるん？アランドラやる。アランドラやる。ちょっと村越正解は練習してくる。このピカチュウちょっと消すかもしれんわ。ごめん。